モーマン対ボビン。おー、ミシンでいきましたか。ミシンじゃないんだね。ボビンでいくんやね。ミシンでいくかなと思いましたけど、あのネーミングが未だに好きで、ボビンね、ボビン、ボビンケースもな、ボビンケース、ボビンケースでボビン覚えたからね。いい、結局使いこなされんでおなじみですからね、ミシンは、ね、使いこなされへん、ね、始まりました、キンドーバットモーマン隊でございます、はい、ね、帰ってきましたね、懐かしいスタに懐かしのヤニスタに、安心感があるね、ヤニスタに帰ってきましたよ、ありがとうございます。巻きっきやからね、これ昨日黄色さじゃないですからね、白樺でできてきましたこの壁は、ヤニで、ヤニで黄色くなっちゃいまして、ありがとうございます。どうしたんですか、どうせミスった、一体何回過ちを繰り返すんですか、この失敗、あ、TP、この過ち何回繰り返すんですか、学ばんねんな、人間って学ばへんよな、まあ過去を振り返らないという意味ではいいのかもしれないですね、まあ、過去から学ばやつはアホとは言いますけどね、まあまあ確かにそうですね、この手もあるんです、おお、キキから揚げですございますよ、キキから揚げ、はい、目隠しした状態で5種類の唐揚げを食べて、大好きなデリカチャウの唐揚げがどれか当てましょう。デリカチャウの唐揚げあるんですか、大宮行ってきたんですか、わざわざ、いやこれ当てなあかんよ、あっこのおばちゃんに ここで好感度稼がんと、ああそうやな、めちゃくちゃ嫌われてもな、お前、いや謝罪こそしたよ、うん、まあ謝罪はしたよな、でおばちゃんもええよええよって、頑張れよって、いつも来てくれてありがとう言って、行くたびにやっぱ奥からちょっとこっち見てくれて、いつもありがとうみたいな言うてくれはんねんけど、目は笑ってないねまあまあ大人の対応やな、いやこれ絶対当てたいね、デリカチャウの唐揚げ、はい、めっちゃ食ってるからな、むっちゃ食ってるよな、梅じそも当てれるよな、デリカチャウの梅じそもあれはまあでもあんま似たもんがないんちゃう、梅じそがないんか、全然やっていきましょうよ、あピタリで当てたるよ、食べるとかもいいですね、いやいや何回食った思ってるんですか、うん、やってやりますよ、ピタリ当てて震え上がらしたろ、どれだけ俺らがデリ振ってるみたいな、やば俺七に向かって行ってんのか、はい、行きますよ、せーの、あ、違う、全然違う、美味しくはあります、うん、あ、食ったことあるそう、これえ、それ当てれる？あ、違うか、でも、うん、これが1番目です、これ美味しいですね、でもちゃいますわ、うどんが、うん、うん、ちょっと待って、これいっぱい唐揚げ食べれるってこと？僕は食えるみたいな、うわ、うん、じゃあ2つ目いきます、フォークに刺さってる状態、これ違います、あー違います、うん、個性あるな、やっぱ生姜ついてうまいね、うん、なんか食ったことある気するな、これタッタ揚げ用事やな、これは、うん、米欲しい、これ米いきたいな、煮込みはちょっとマヨネーズかけてもいいね、この感じ、うん、水がこの辺にあったはずやね、あ、ここです、ここです、 ありがとうございます、びっくりした今俺口の位置忘れたわいや楽勝やなこれ、うん、うん、俺1個目の方が好みやったな、2個目より、あ、デリカチャオ、これや、デリカチャオです、これや、絶対デリカチャオ、これです、絶対デリカチャオ、これ、これです、絶対にこれうますぎる、これや、いやマジでやっぱうまいな、うん、こんな米、もうだって俺付け合わせのひじきとか出てるもん、うん、マカロニサラダが、これじゃなかったらこの店めっちゃ行く、うん、米行きたいもんな、もう
これ食って私あの付け合わせのスパゲティとか一緒に食って米行くね。絶対これや。あ、これや。何やん。いやこれやけどな。うますぎるもんな。これ比べてもうまいんやな。やっぱうん。いやひじきとかに合わせやすいねこれ。あの付け合わせあのわかめのやつがあるやん。うん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 。うわ、違うな、全然。うん。あ、1個目に似てるな。いや、これ2個目に似てる。1個目に似てる。うん、1個目に似てる。生姜が効いてる。やっぱ生姜って効かせんねんな、みんな。うん。あ、めっちゃ生姜やな。なあ、これ食ったことないやつやな。さあ、もう、じゃんじゃん持ってきて、もう。はい。もう消化試合なんだから。うわ、なんか美味しいな。結構好きです、うま、私。なんか美味しいな、これ。何、一つ目めっちゃ美味しいな。うん。うまっ、何これ。3、5、4、1、2の順で。え、俺3、5、1、2、4やな。ああ、4、うん、最下位か。え、これめっちゃ美味しいやん。5、うまっ。5、どこやろ、これ。これ美味しいな。なんか、ちょっと。カレーっぽい。カレーじゃないんやけど、うんうん、米に合いそうな。米に合うな、絶対これは。わぁ、うまっ。美味しいね。こんな一気に唐揚げ食うことないよな、うん、米なしで。米なしで、プレーンで、唐揚げのみで。もったいなく。レンチャンで5行くことないな。これ3以外やったら終わりっすよ、俺ら。いや、絶対ない、ない。絶対3。絶対3よな。絶対に3。間違いないよな。これ3以外やったら運営側のミス、うん、やっぱ副菜が全部浮かんだからな。周りのあの下に引いてるキャベツまで出てきたわし。3で3。3です。3ですよ。 3以外ありえないでしょ。デリカちゃん、ほらね、ほら、簡単すぎんねん。これは簡単すぎるって。これは簡単すぎんねん。愛してんねんから、俺はデリカちゃんを。ちゃんとうまいんやな、やっぱ。これが。あ、デリカちゃんを。デリカちゃんの唐揚げ。一食ったことある気すねんな。あー、いや、わからんな。うまいねんけど。一個ずつやりたいな。言いますよ、じゃあ。え、唐よし。唐よし食ったことないな。大栄。大栄。ほうほう。日光醤油唐揚げ。あ、知らん。セブンイレブン。7チキどっちかじゃないか。セブン入れ1か5やぞ。どうや。ちょっと待ってくれ。ちょもう遠い、昔すぎる。え、2じゃない。いや、2じゃない1か1やな、多分。1がセブンイレブンや。嘘。そうかな、多分。そう。え、ちょっといい。セブンイレブンの唐揚げってお前何や。もう2やと思う。あ、これ1が何かってこと、うん、それ俺セブン入れやと思う。それは他のが分からんからな。セブン入れ以外やとは思う。セブン入れ以外、うん、俺セブン入れ。せーの、からよしかい。からよし。からよしかよ。からよし食ったことない。大阪にあんのか。からよし食ったことない。これからよし。からよし。からよし美味しいな。うん、美味しい。セブンイレブンの唐揚げですか。唐揚げ串。串、じゃあ豪華串系。え、生姜効いてたの、そんな。なんか生姜のイメージあったけど違うかな。ファミマかな、あれ。いや、唐揚げ串。あ、でも唐揚げ串確かにちょっと生姜効いたわ。うん、そうやわ。日本橋アップスでよう食うてたな、インディーズライブの時。裏セブンイレやから。食うてた、食うてた。うん、あれとメロンソーダ飲んでたな。セーブレーシュが売ってないから、うん、アンタメロン。え、どっちやもん。じゃあ3、2がセブン入れ。2がセブンイレブン。いきますよ、せーの。おー、すごっ。うわ、すごっ。セブンイレブン。え、あと何でしたっけ。日光醤油唐揚げ、もうこれ専門店、うん、と大栄。日光醤油唐揚げ、じゃあ。あ、専門店やもんな。なあ、これ5の大栄やったらビビんな。ビビんな。で、4が日光やったらちょっと舐めてんな。
舐めすぎよな。一気にいきますか。いきましょう。日光ダイエナ、うん、せーのドン。あ、日光とダイエです。イエー、さすが専門店。ほらほうやな。いや日光だいぶうまい、だいぶうまかった。これだいぶうまい。でも3やなやっぱ。うん、これが日光、これがダイエー。でかいなでかいなダイエー。ちょっと待って、日光もう一回行きたいな。うん、あ、うまい、うまい、うん、日光うまいな、うん、こんなんあんねや。どこに、どこで買えるんや、これ。日光醤油唐揚げって、専門店であるんですか。専門店の、そう、名前、昭和さん、大宮の昭和さんというところ。へぇ、お弁当屋じゃなくて。弁当じゃないですね、1と5が唐揚げの店みたいな、うん、なるほど、なるほど。1はスカイラークのお店。はぁ、うん、あ、美味しいね、でも。じゃ、これありますけど。うわぁ、ほら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 これ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 、スパサラひじきバージョン。うん、これね、めっちゃ合うのよな、これ。ごっつすっちゃわちょっといいですか、ガツグいかしてもらいますわ。あ、うまっ、うん、これこれ、うん、これよ。すごいな、うん、これに、これで。もう一回汚かったな、これ。なんで俺手でいったの今、ウェットティッシュで拭いて、なんで手でいったの。うん、スパサラよ。うまい。うん、あ、うまいわ。うん、すっちゃわ。あぶね、やっぱり。これやな。うん、いや、ほんま、デリカちゃん最高やな。うん、マジで。梅じそいってぇな。簡単すぎたな。これ梅じそ欲しいな。うん、うまいね、梅じそも行きたいね、これ。どっちも食わんと気すまへんねんな。うん、なんか異常にうまいよな。うーん、これも食うのか。あ、腹いっぱいなってきた。めっちゃ唐揚げ食うな。何個食うたんや今。わかんない、普通ぐらい食うてる。うん、うん、いや、うん、でもこれやな、やっぱり。え、これ食っていい。特徴があるんですか、なんかうまいんですか、特徴があるのか。なんかちょうどいいんですよ。ほんまにめっちゃちょうどいいんですよ。あ、絶対こっちは。この辺のコンボ行くんやったら。うますぎるな。この辺のコンボな。コンボ。合わせてかんと、パフラーとか。あの、わかめにシーチキンあえたやつもあるんですけど、副菜で。うん、あれマジで当たるよな。うん、うまいよな。うん、やっぱおもろいぐらい大栄誰も手つけへん別にうまかったけどな。ちょっと嫌やったな、生姜が、うん、生姜ちょっと何も振ってないのにな。うん、いや、すごいわ。いや、うまいんすよ、ほんまに。舐めてたな。うん、いや、ちょろいもんですよ。ねえ、おめでとうございます。ありがとうございます。略称です。はい、ラングドシャって何やったっけ。なんかあの、なんていうの、ビスケット、なんていうの、洋菓子や。あカステラ出てきてもった。いやいやいや、白い恋人とか。ん、白い恋人。あ、いい例えですね。白い恋人ってクッキーみたいなやつでしたっけ。ああ、うん、あれか、あれラングドシャっていうのや、うん、クッキーでよろしいやろ、もう、ね、面白い恋人もね。ん、面白い恋人もね。やめろ、裁判してたんやけうちの会社が裁判してたんやけ裁判したんか。やめろよ。そう、変なボケしてむっちゃ滑って逮捕されてんから。やめろお前。ラングドシャ。わ、ラングドシャや。ヒャー、でかでか。すいません、今投資操作されてますね。
お気持ちだけ。お気持ちだけ持って帰ります。ありがとうございます。腹話術。え、マイクつけてる。あれ出たがりや。TP がマイクつけ出した。出たがりや。うっとこの TP がマイクつけましたわ。腹話術。俺らのマイクよりでかいマイクやぞ、あれ。ほんまや。腹話術を教わって、まあ、芸の幅を広げましょう。あれドアノブにつけるやつやんけ、お前。おい。ドアノブにつけるやつつけてるやんけ。ということで、腹話術を今日は、はい、教わろうと思います。腹話術。腹話術。はい、よろしくお願いします。先生、先生、どうも。あ、どうも。よろしく。よろしく。え？あれ？あれ？あれ？え？なんか変なこと言った。どうかな。あ、どうも。よろしく。どうも。すみません、この距離で初めて腹話術見るんで、あ、いつも遠巻きなんで、あ、ちょっと面食らってます。あ、ちょっと離れとき、すみません、来てください。ヤッホー、琵琶湖、ヤッホー、琵琶湖、琵琶湖、ヤッホー、あ、ヤッホー、あ、ヤッホー、ないスパイ、スパイ、そうだよ、そうだよ、そう、スパイなの、スパイなの、違う、クマ、クマだよね、クマ、どっち、クマ、クマ、うん、歯もないのにお前。うん、どうした、歯はない、どうしたい、ない、西成の熊大丈夫、え、熊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 か、うん、そうか、うん、大きに、よろしく、うわ、はい、お、どうも、いや、あ、どうも、あ、やったね、やったね、あ、入っていく、関節がない。こいつ関節がないです、柔らかい、柔らかい、いいでしょ。立て高市の瞳と熊の森です。よろしくお願いします。どうも、熊の森、森さん、森さんじゃない、ギャロップの森さんじゃないよ、森だよ、ギャロップの森さんを模して作ったものはこの世にない。ない、あ、そうか、モーリーです。あ、わ、いいな、いいな、ちょろいもんよ。熊手名付けた、いい芸人はな、動物に好かれるんだよ。いいそう、はい、昔の。ということでね、はい、はい、腹話術です。あ、お願いします。やったことありますか？マジでないですね。ないですね。あ、本当？はい。じゃあきっと楽しいと思います。そうだね。うん。お前ちょっと喋るのやめてくれ。ちょっとテンポが崩れるから。今先生喋ってはるから。え、以上。やりましょうね、腹話術。はい、やりましょうね。腹話術って何を想像します？腹話術、何を想像します？演芸の頂点ですかね。あ、すごい、そうなんだ。登り詰めてた、そうなんでしょ、アホかいな、うん、まあセサミストリートとか、あ、かわいい、ね、あんなんちゃいます、かわいいね、うん、あれ、そうか、そうそうそう、で、私がやるパペットマペットや、あ、それ違うね、え、違う、あれ違う、あれは違う、パペマメさんはちゃうんですか、こうさ、あ、隠してるから、隠してこう動いてるよ、なるほど、違うない、あ、そうか、そう、私がやる腹話術は、はいはい、あのお人形さんと仲良くおしゃべりするっていうのを大事にしてます。ほう、そうだね、はい、うん、だから今日この小豚ちゃんと、はい、それ何、トラ、トラ、ティガーです、あ、ティガーちゃんとあの仲良くなってください。わかりました、はい、はい、トラと仲良く、はい、うん、いっぱいあのおしゃべりして、豚と、豚がいけそうやん、仲良くなっていただけたらと思います。いや、そんな感じ、2週間寝てへん、目の色してる、せやね、大丈夫、この目つきもなんか良くないよ。なんだか良くない目つきをしてるの、この豚。大丈夫か、うん、ということで、まあ、ちょっとこう口唇を動かさない感じで、あの好きなお言葉をどうぞ。キリンです。あ、なるほど、ええ、胃の口が序の口。なるほどね、あー、はい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 、ラスターヒーヤ、うん、唇の力抜いていきましょう、ラスターヒーヤ、はい、そんなの関係ねえ、あー、そうですね、週末動いてますね。ダメですね、動いてますね。すぐ動いてますね、動いてますね、だって今週は、あ、う、6時間あ、惜しい、計6時間しか寝ません。あ、大変だ。嘘です。嘘だ。そう、みんなで京都に行こう。なんで？なんでなんで？じゃあまずお名前をね。はい。考えていただいて。トン吉で。
かわいい。ゆうやで。ゆうや、ゆうや。ダセーな。すごい、ダセーな、ゆうや。ゆうや、ダセーな、虎のゆうや。かわいい。地元の先輩やね、虎のゆうやって。ゆうやさん。ゆうやさん。ゆうやさん。じゃあ、とんきちくんとゆうやさんに。はい。じゃあ、声もね、考えなきゃいけないので、性格とどんな声してるかな。結構しっかり考えたんだね。早口さんなのか、おっとりさんなのか、声高いのか、低いのかとか。はあ、一人でやってんだけど、こう二重人格にしないといけないんでね。はあ、はあ、はい、入れ込まんといかんから。そうそう、はい、違う、この子はこの子で生きてるっていう風に見せたいので、はあ、こうちょっと自分と違う方がいいかもしれない。声の高さとかも。こんな豚みたいなものを考えたことないもんな、うんうん、あ。グラムでしか測らんもんな。なんでしょうね。ゆうやなんかパクいたやろ。ゆうやはだから、なるほど。日本酒ばっか進めてくるタイプの。ああ、なんかボトルやろ。ボトルやろ、そのビルや。いや、こうイメージでできてるもんよ。あ、そう、うん、あ、日本酒ばっか。お前まだビール飲んでんの。あ、そっちの生きるタイプやんけ。ボトルやん。ポンシュ行けよ、お前。ポンシュって言ってる。いやいや、嫌いなタイプやわ。タイプかな。豚なんやろね。まあ、ハッピーな。あ、ハッピー、とってもハッピーな。命中決してんのに。命中決してるとってもハッピーで眠ることを知らない、楽しくて寝れない、スーパー元気な子豚ちゃん、薬物は使ってないよね。え、薬物は使ってないよね。どうでしょうじゃあ声どんな感じで喋るか。はい、そのハッピーな子豚ちゃん、何でしたっけ。トン吉ね。トン吉君。名前忘れるのはダメですよ。わかんない、忘れちゃった。ゆうやね。ゆうや。ゆうやくんね。年上やん。日本酒大好き、ゆうやくん。最近中古で軽自動車買ったね。ゆうやくん。軽バレたくないタイプ。まあ、軽って言うてへんね。車って言うてんね。車って言ってる。車買うだよ。ゆうやくんが軽乗ってるの見たぞっていう情報がいっぱい出回ってるけど、うん、でもゆうやくんは乗ってないという。乗ってない。で、もういざ見られたら親乗ってるな。そのタイプのゆうやくん。ゆうやくんです。ゆうやくん。はい、ポン吉ね。じゃあ声決めましょう。うん、どんな、こんにちはって喋っています。あれどうしたんだろう。お薬はやってない。やってない、大丈夫。やってない、大丈夫、大丈夫。一応確認してみると、やってはないと聞いてるよ。あ、聞いてる。あ、まあまあ分からへんもんな、本人にしか。手振ってくれてる。かわいいやっちゃう、ね、かわいいやっちゃう。ゆうやくんは Yes Yes 行くぜ。めっちゃ喋ってるよ。お前むっちゃ喋ってるで。なあ、お前普通にぬいぐるみ持って喋ってるけど、お前意識が飛ぶんだ。で、これ口は今これパクパクはできないのか。豚はもう噛むことができないみたいです。こいつはこれこうじゃなくてこうできます。口だけに手を入れる。そう、両手諦めれば大丈夫。うん、あ、その方が全然かわいい。ちょっと待って、こいつ完全に歯がないかもしれない。お前、いれば外した後の顔してる。ずっとゆうやのこと見てるやん、お前。怖いな、ゆうやくん。ちょっと周りでボケることもやれ。大喜利ねえんだって、今、この時間。いいですね。はい。じゃあそんな感じでいきましょう。ここまで開くぞ、こいつ。ここまで行くぞ、これ。ギャラドスやん。すごい、ギャラドス。はいはい。はい。それでこう、パクパクできれば、はい、はい。言葉に合わせて、こっちも動かしてあげないと。こんにちは。こんにちは。そう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 。こんにちは。あー！あ、いい。我慢できたの。切れたわけではないよね。何もやってない。何もやってない。大丈夫よ。こんにちはやれよ、お前。こんにちは。巨人しよ。こんにちは。安心しよ。口動いてない。巨人しよは動いてない。まだ子が一緒になんねん。はい、こんにちは。
パクパクしてるやん。ほいやん。ドラムぐらいの。ドラム弾いてる感じじゃないけど。ちなみにドラム弾いたことある？ない。うわ。うわ。言いたい放題や。動かしてください。こんにちはで。こんにちは。こんでいいですね。こんにちはで大丈夫です。こんにちは。おお。こんにちは。こんにちは。ワーク。ワークマン。ワークマン。ワークマン女子。ワークマン女子。ワークマン女子。ワークマン。パク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 。しゃべるしゃべるしゃべる。勝負しようぜ。やばこいつも同じ目だよ。同じ目やねんけどな。やばさ。彫りがすごいよな。OK です。まあそんな感じで。はい、自分が喋ってる時にお人形を動かしたり、うなずかしたり。あ、なるほど。こっち聞いてるみたいな。うん、そうそう。かわいい。うん。なるほどね。うんうん。そういう風にすると。怖すぎる。なんでトラより怖いねこいつ。はい。いいかと思います。ギャグ。こいつ顔歪まんの。可愛いやつやな。整ってるわ。ゆうやくん。じゃあさっきこんにちはやったんで、はい、ちょっとなんか喋ってみます。喋ってみましょうよ。どう、ね、な自由でいいですか？フリーでじゃあちょっと。フリーでちょっと、うん、あのこのお人形と喋るってやつ、はいはい、やってみましょうか。うん、こんにちはトンキチ君。こんにちは。元気かい？元気ですよ。最近なんかいいことしたかい？最近は道のゴミを拾ってるよ。おまがいな君。あれ関西弁だった。よかったと。ありがとうございます。はい、ええ、お前も叫ぶの。え、うん、俺も叫ぶよ。お前も叫ぶ。地元一緒やねんから。あ、地元一緒なの。地元一緒よ。ドンキと地元一緒なの。何もしないよ俺たちは。ノーケミカルブラザーズと呼ばれております。まか。普通の人そう呼ばれへんねんけどな。いいですね。はい、あれもよく言うと、こうずっとこう見合ってね、仲良しさんだったから、もうちょっとこう前を向く時とか、ね、お人形が向いてる時とかがあるとなおよろしいかと。俺らの漫才と全く一緒のとこや、はい、全然客見いひんっていう。分かりやすい分かりやすい。ちゃんと自分らの癖が出んねんなこれ。恥ずかしい。はい、じゃあ、はい、ゆうやね、ゆうやくん、ゆうやくん覚えてくれへんな。ゆうやくん形式&ゆうや、内田ゆうやのゆうやですよ。あ、あ、ゆうやくん。おい小林、おい小林って。バリバリ動いてるってお前。小林、お、あ、聞いてんか。おい、何すか。行くぞ。え、どこ行くんすか。環状線走るぞ。おらんてんだろ、感情力。え、ほんまですか。今日ちょっとでも寄って、何言うてんのお前。一緒やって。走るやろ。一緒やって、怖えよ、お前。走る、言うてるやろ。あ、すいません。あ、じゃあ、行きます。足食った。何や。今日ゴールデンウィークや。混んでるわ。日本中のこと。日本中のこと。あ、やばいやばいやばい。はい、やったな。そっちのタイプだ。そっちのタイプだ。覚えとくわ。まったねー。お地獄やんけ、お前。お前、お前の歌地獄やんけ、お前。なあ。怖かった。お前の歌、完全に、完全にお前、環状線って言うてた。環状線走るぞ。
むずいんじゃん、感情っていうのは。感情。感情線。感情線。感情線。感情、感情って。感情って。どっち言って、どっち言ってると思う、感情線か、感情ってか。繁盛亭。繁盛亭。どっち言ってたの？繁盛亭。繁盛線。うーわ。絶対繁盛亭やったよ。繁盛亭やったやろ。え？繁盛亭やったやろ。なんて？なんて禁止だ。腹話術においてなんて禁止だ。恥ずかしい。そうですね。口がね。先生、これ歯並びとか関係あるんですか？ちょっとお前出っ歯いじる気やろ。お前新しいマイクつけて出っ歯いじる気やろ。おい。よりクリアな音質で出っ歯いじる気やろ。八丁堀で。だからわしが出っ歯やから隙間があるからやな。空気がいっぱい溜めれるから。ノー TP! 上手ですね。あ、すごく上手。こいつ怖いね。こいつ。いい顔ですね。ほんまに怖いな。ただ中で俺爪剥がれるぐらい強く見てくる。何しても可愛いなんねんな、こいつ。可愛い。怖ならへんな。怖ならんな。手も振りたいな。いいですね。うん、それかこうやって、まあもう一つの手でやってあげる。あ、これでいける。いけます？うん。いける。こっちの手で 腕を捨てれば。あ、いいですね。いい感じですか？おしゃべり、おしゃべりできます？あ、すごい！こんにちは。始まりました。生活標本100です。まあ、私が三遊亭仁鶴でございます。どうぞ、よろしくお願いします。まずはじゃあ、第1問目。これ、なんか感情があるように見えてきたな、うん、そう、感情があるから生き生きと好きになられへんわ、こいつなあ、わしも我が右腕ながら好きになられへんな、うん、怖いわ、ちょっと寄生獣の感じ関わりたくない関わりたくないタイプのやつもうじゃあネタを考えていただいてほうあのネタをやるはい、このことのこの、ちょっとね、今日はこのこういう感じであ、こっちとあ、そう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 、このブーポン吉くんポン吉先生、言いますゆうやく、ゆうやく、ゆうやく、内田のゆうやく、新たなね、コンビを組んでいただきまして、ドンキと、はい、はい、ネタを披露していただく。なるほど、はい、一本尺で、はい、もう尺は任せます、尺自由で、はい、先生、じゃあテーマいただいていいですか。あ、テーマですか。テーマあった方、ピクニック、ピクニックで、やった、はい、どうも、ドンキショーカッパで豚カッパです、お願いします。いやいやいや、トンキチ君ね、まあまあ春言うたらもうピクニックですけど、トンキチ君は行きまっかね。まあまあ豚ですからね、この子ね、あんま分かってんけどね、ピクニックっちゅうのがございましてね、ごつよろしいんですよ、行楽やからね、うん、トンキチ君言うたら好きなとことかあんの？まあなんや変な顔して君、ちょっとこっち向いてえな、なんやその顔は、君ほんまかなんやっちゃでね、まあピクニック言うたらね、まあまあ山の方行くのがね、まあ定説だわな、ああ山の方行ってね、なんかいろんな景色見てね、なあお前なんか言いたいことあんのけ、お前なんやこら、お前トン吉なんやお前は、あ歯が一本もないですわどうもありがとうございました先生、どないですか。あ、もうちょっとトン吉くんに喋ってほしかったところですね。俺も思ってたんですよ、うん、こいつカメラ回ったこれなんですわ、ほんまに。あ、なるほどね。でもなんか思ってることがちょっと伝わるようなこの、あの動かし方だと思います、はい、ありがとうございます。うん、そうだね、うんうん、あれ、何やお前、おったな、うん、いた、こいつおったら話しにくなるな。モーリさん、え、モーリさん、モーリさん、モーリさん、よかったよ、うん、頑張って頑張ってね、ありがとうございます。皮膚科はモーリさんやけどなテーマはじゃあおにぎりで。おにぎり、はい、おにぎりを、うわ、リズムね、転がればどこへ行く、ほいほい、どこへ行くんだろう、どこへ行くんだろう、うわ、リズムネタやん、
お、ここはどっちが喋った今どっちが喋ったここは私が喋ってます。皆さんこっちを見てお前が喋ってるって、まあ、私が喋ってます。お前が喋ってるって口よし、いいこと考えた。なんや、全てを諦めよう。あかんて、あかんて、お前私が喋ってます。私が喋っています。どっちが喋ってんねん、どっちが喋ってんの。皆さんの思う方を見てください。絶対小林や、私が喋っています。絶対小林やって。おい、さあ今からおにぎりを食べます。どっちが食べているでしょうか。どっちも手を抜けるけ。おい、思う方を見てください。なんてこれして口に手を入れたら喋れなくなることを今気づきました。何歳か。思う方を見てください。終わろうと思ったけど、お、終わるのをやめます。うわ、さあ、うん、賞賛のない戦いが続きます。もうやめろって、もうちょっと分かんぜよ。お前ら付き合え。大宮やって、お前ら付き合えよ。大宮のノリやって、お前修羅やって、おい。はい、はい、小林、違うってそういうんじゃないって。僕、ドラえもんです。どうだ、ブリッジ行け、ブリッジ行け。ちょ、おにぎりの危ない。このカフェで今どこへ行く。危なかった。もう基本とんねんな。何が腹話術やねん、お前。これ起きてまだ1時間ぐらいしか経ってへんやろ、お前。次ぐらいで欲しい。欲しいな、うん、欲しいな。お、いいんじゃないか、それ。なんか、なんか生まれそう。はい、はい、ごめん、違うって。どう、違うな。嘘やろ、嘘やろ。違うな。どつぼにハマったって。違うか。おい、今日一日長いぞ、おい。まだ起きてすぐのやつやぞ、お前。すべて使い出すな、ここで。なあ、そこなんもないね。そこなんもない。わしもだいぶ広げたけど。ここないか。めっちゃ広げて探したけど、なんもないね。ないか。うん、お、お、お、うん、お、あれ、あれ、なんか生まれせたのに。なんか生まれせた。はい、はい、おいしい。実家の壁。OK! いや、DP が悪かったから。DP が悪かったからね。危ねえ。あの人、マイクつけてるから。あ、よかった。笑い声拾ってくれて。どうでした、テクニックが。腹話術のテクニックはもうちょっと腹話術じゃなかったですね。あれ、あれ、あ、口が動きすぎてた。いや、違うね。あ、違うね。ゆうやく大丈夫？大丈夫ですよ。あ、ほんと？ゆうやくちょっと心配しちゃったけど、大丈夫だった。あ、じゃあ大丈夫だったかな。うん、うん、長かったね。あ、ゆうやくん可愛かったね。うん、よし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 、うん、年上やぞ。え、ゆうやくん、チューする前、年上やぞ、ゆうやくん。よしよし、うん、怖い。ちょっと長いって。長なんで、ゆうやしたら。ゆうやは落とす力がないね。ありがとうございました。じゃ あのモーリー、どっちがあの腹話術の腕があったか、うん、ちょっとジャッジしてください。あ、すみません、あのね、じゃあ発表させていただきます、はい、キャラの名前で言ってください、はい、あ、どっちのキャラの方が、トントン吉だ。ね、合ってる、トン吉ね、トン吉とゆうやね、ゆうやね、あ、ゆうやの好きだよ、うん、では、はい、発表します。よし、いくよ、うん、どうぞ森。よかったのは、よかったのは、元気だね、うん、おめでとう、おめでとう、トン吉くん。
よう触れんなこいつ。うん、できず。よろしく。絶対あかんねんけどな。できず。こんな顔してたんかお前。お前見てなかったか。こっち可愛いね。こっち可愛い。こっち向きはね。こっち行くとやばいよ。こっちはギリ笑われへん。なんか我慢してる顔してんね。やった。ありがとうございます。はい、やった。どこが良かったですか。トキチ君がちゃんと生きてましたね。 ありがとうございます、うん、ちょっと口数が少なくてね、もうちょっと喋ってもらいたい。僕死んでるの、うん、え今さらええってお前もう今さらええってそのキャラ大丈夫やって思うもんで。でもあれよね小林、あのワンステやったぐらい脇汗かいたなびちゃびちゃになったな。2人ともさすが。ありがとうございます、ありがとうございました。どうも金属バットです。どうもお願いします。お願いします、ね。さ、うん、この前さ、うん、自分の人形を作ってん。え等身大のやつ。えでそれをラジコンにして走らして遊んでたんよ。えほんなら俺のラジコン途中で操作効かんくなってさ、え走ってどっか行ってもうたんよ。は最近街で俺見てない。ちょっと待って、何言ってんのお前。自分の等身大のラジコン作ったん、うん、何それ、なんでそんなの作ったん。俺ラジコン作るの好きやねん。あ、そうなん、うん、でスピード追求してたらさ、はあ、俺の形がベストやつ。絶対ちゃうでお前。ほんまにどうやないかお前みたいな。もう見てない、街で俺みたいなやつ。お前みたいなやつ探してんねんけど。見たわ。見た、うん、なんかね、うん、パン屋の壁にバン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 ぶつかってるお前見てるけど。あれお前のラジコンちゃうんけ。パン屋さんの壁、はあ、それは俺やな。ガチもんだお前。本人やわ。何してたお前。なんかやたらいい匂いする施設あるな思ってさ。施設って言ってんのパン屋のこと。匂い嗅いでただけなんやけど。中入って食ったんやのにきしょいなお前。見てない街で。俺あれやねん、俺のラジコンあれやねん。何漆塗りやねん。漆塗り真っ黒のやつやった。見たわ。見た見た。漆塗りのお前やった見たわ。見た、うん、どこで。ネットオークション出たわ。売られてんのえ仏壇仏コーナー出たよ。仏になってんの。仏になってないけどね。てかお前普段仏壇仏具のページ見てんねん。見てるな。あのページな、金ピカの方めっちゃ安いからめっちゃおもろいの。あ、そう。嘘ないわお前。おい振り返さんとあんた。あ、そう、うん、もうええよ。なんでやねん。仏になってんやろ、うん、ほんなんもうええわ。なんでや。仏だけにほっとけ言うて。うえホットケーキ。うらっしゃ。こんにちは。こんにちは。ねえ、いやいや俺さ、うん、あの究極のチャーハンを完成させたんよ。おい、もう究極のチャーハン。そうよ。おい、えお前見てわかると思うけど、うん、俺チャーハンバリバリ好きなんよ。あ、そう。見てわからんねんけどな。ちょっと教えてくれよ。教えようか。どんなもんやねん。あ、教えるわ。頼むわ。今日は舞踏会、舞台はフライパン、本日の主役はキラキラに輝く宝石のようなお米たち。おいお前ラリってんのかお前。おい、え何言ってんの。俺あれやで。何。究極のチャーハンっていうポエム作って。おいポエムけお前。おい、いらんのやポエムなんか。いらんの。わしレシピ聞ける思ったのに。レシピはポエム聞いてたら出てくるよ。なんでポエムなんか聞かなあかんねん。いや俺ポエムでしか言葉伝えることできへんねんな。おい調子乗んなよハゲお前。おいまあ、ハゲてねえから写経せよお前みたいなやつは。写経せなか。ああ聞いてたら出てくんの。聞いといて。あ、分かったほな。ここはチャーハン王が統治するチャーハン王国。何それ。度重なる圧政の末、民衆の不満は募り、徐々に民主化の波が押し寄せていた。重い設定。そこで悪魔司祭米炒めてうすさん。そう長なりそうやな。ちょっと長なりそうやな。そんな長ならんよ。これ尺どんぐらい。全8章ぐらい。ああ章の尺なんかあやふやねん。ちょっと分からんねや。あ、そう。ちょ分かりやすいさ、うん、原稿用紙で言うてよ。原稿用紙だと2キロか。重さが距離。あ、長さが余計分からんわ。あれ原稿用紙なんか並んだもんないから。そうなん。あーちょっと堪忍くらいちゃっちゃか火かけてくれへん。火かけんの。あー一かけまして。あ、謎かけちゃうねん。謎かけなんか振るかいな、あんた。今日浅草の寄せないんやから。ああ。よかった。俺謎かけなんかできへんからさ。せやろ。急に振られてもう頭が真っ白に燃え尽きかけたわ。火だけに。根づちです、おい。根づちですんな、俺は。してた。うん。謎なんか解かんでええねん、お前。あ、そうか。そうよ、お前。今、謎解かんと卵解かなかもんな。チャーハン。レシピ言えよ、はよ。おい、だるだるすんな、お前。盛り上がってもって。原稿用紙2キロあんねやろ、これ。ちょっとちゃっちゃかレシピのとこ言って。レシピ。うん。お米がパラパラと炒まってきたら、ほう。
ここでバターを投入。ええー、バターなんか入れまんねんな。バターなんか入れまんねんな。おい、なんや。と言ったあなたの。なんや。今日の運勢は。占い。絶好調。ヤッピー。続いてのお便りです。ラジオなん。片岡ヘッドコーチ、こんにちは。誰やお前。私は今二塁にいます。おい集中せよな。おい走るべき。おいおい、なんやここお前。ラジオやん。ポエムの続きやん。どこがやのお前、変なコーチ出てくるしお前。これ原稿紙400字が2キロあんねやろ。そうやで。ちょ、ちゃっちゃか言って。ちゃっちゃか飛ばしてちょうだい。飛ばそうか。レシピとか言って。バターがとろーりと溶けてきたら、はん、とろーりといえば、はん、ゴロリ。あ、もうええて。おい作って遊ぼうの神回といえばないわ。あれ全部一緒やねん、やってること川の下にガス管を通してライフラインを作るお話。おい神回やなお前、すごかった。あの2人で2人よ、行政やん。いやお前どうやってゴロリがキャドで図面引いて、あいつキャドできんねや。ワクワクさんがハサミ一本で地面掘り抜いて、腕どないなってんの。めっちゃかっこいい。腕パンパンやお前、すごいのかやんけ。腕どないなってんのお前、すごいよ。それはちょっと面白そうすぎるから、ちょっと今度 DVD 焼いてくれ。うん、わしはちょっとレシピを聞いたんや今日。レシピ、そうよ頼むやん。あんたまだバターしか入ってんねんから。マジで、そうよあんた。あ、そうか、完成させてちょうだい。オッケーオッケー。バターがとろーりと溶けてきたら、うん、いよいよ仕上げ。え、少し寂しい。おい、物語が終わってしまうのだから。でも大丈夫、心を痛めないで。だってチャーハンは心を痛めるものではなく、お米を痛めるものなのだから。バターライスやないか。ほんまはお願いします。もうね、うん、さ、へ、ここ前さ、うん、地面にさ、うん、穴掘ってたんよ。え、何してんのお前。なんか出てこい思ってさ。いくつお前、うん、バイトせお前は。ずっと掘っててん、はあ、ほんならさ、はあ、金出てきたんよ。そうつけお前。いやほんま、ほんまにほんまに。そうつけ。金というか金鉱脈。激熱やね、うん、熱いね。買ってん俺も鉱脈。もう人生買ってもうたんや。ほんまに。うん、たださ、はあ、ちょっと問題があってさ。なんや。俺その金の鉱石を、はあ、金のインゴットに精錬する技術がないんよ。まあ普通ないわな、うん、だからちょっとね、ん、うん、技術がないねんな、はあ、だからめちゃ困ってんのよ。あれちゃう、なんか三菱とかさ、大企業に言うたらあれ金やってるから、アンジュやってくれんじゃん。三菱そんなんやってんの。やってやってる。え、三菱ってあれちゃうの。何、ゼロ戦一本で勝負してんの。もうやめてんねんお前。大昔にやめてんの。もうやめてはんの。今もうバリバリいろいろやってんの。あ、そうなんや。せやで。あー、そうか。でもそんな三菱みたいなさ、そんな財閥に言うてもうたらさ、なんや、結構いかれるもんよ。え、眼球、何何、ちょっと、眼球マージン的なもん。かまへんがな。いや、手元にほとんど残らんけど。ドンと来るよ、大丈夫よ、奥来るよ。いや、奥来る、うん、だからちょっと俺できるだけな、このプロジェクトはな、うん、もうプロジェクト言うてんの。小規模でやりたいんよ。がめついの。うん、だからね、ちょっとね、お客さんの中で、え、金をインゴットに精錬できるぞって方います？おるわけないやろ、お前。アホか、お前。おれへんな。おるわけないやろ。義務教育受けてないな。義務教育で習わんねん、あれ。習わんねん。めちゃめちゃ特殊やな、あの技術。そうなんか。フェアで、お前。あー、でもな、まあ、一回全部掘るわ。一人で、うん、とりあえず全部掘ってから考えるわ。がめついね。うん。で、うん、でも掘るにあたってさ、うん、ちょっと厄介なんかさ、何が、事故なんよ。事故な、うん、穴掘っとったら落盤とかあるからね。そうなんよ、うん、で一番怖いんがな、ガスの事故でさ。ガサかなんで。ガス怖いやろ。火ついた死んでるからね。そうやね、うん、でどうもな、うちんとこの鉱脈な、うん、ガスが出とんのよ。あら、あんたんとこの穴ガス出てんのかいな、うん、ガス出ちゃっとんのよ、うちのえらいこドラ鉱脈ちゃん。えらいこっちゃで、あんた、うん、でちょっとガスの成分調べてみてんけど、はあ、どうもな、天然ガスが出てんのよ。激アツやねお前、おいめちゃくちゃ熱いやんけ。大勝ちやで。二勝してんの。二勝やな、うん、熱いの。そうやね。ただな、ちょっと問題があってさ。なんや、俺その天然ガスから、はあ、家庭用のエネルギーを抽出する技術がないよ。またかいな。もうとにかく俺には技術がないねん、はあ、俺にあの資源だけなんよ。コンゴと一緒。え、アフリカのコンゴと全く一緒ない。コンゴと同じないもん、ね、はあ、あ、そうなの、はあ、だからちょっとね、お客さんの中で、え、僕と結婚してもいいよっていう女性います。なんで今聞くねんお前。おい、いけるかな思って。なんでおらんねんお前。こいつ金とガス持ってねんぞお前。おい、到底やぞこんなもん。おれへんな。ありえんな。まあ金とガスぐらいじゃイケメンには語られへんのかな。世知辛いね。世知辛いね。ちなみにさ、うん、その穴どこあんの。穴、え、場所、うん、うん。いや、それ言うたらあかんよ。言えよお前。いや、押し寄せてくれ。誰も来えへん、押すやろお前。来るって。日本やろ。日本に。ないでそんなもん。まあヒントだけあげようか。言うてみんな。谷町ってとこだけど。そつけお前、おい。大阪のやろ、うん、すぐそこの。大阪の。
あんなとこなんもないで、お前。持っても地下鉄しか出てこないなんとこ。いや、俺、谷町土地買うたんよ。土地買うたん ?1 平米な。ちっちゃいな。うん、掘る用の土地。掘る用。12万で買うたんや。結構しまんな、谷町。うん、で、掘ってたんや、ずっと。はぁ、あ。ほんなら何も出てけへんねや。当たり前やろ、お前。で、このままじゃ12万パーやから。かまへんがな。ほんで、もう結構深くまで行ったから。がっつり掘ったんや。これバレへんな、思ってさ。え？ちょっと横行ったって。横行ったかね、お前。横ガンガン行ったって。横非合法やねん。他人の土地ガンガン行って。はあ、で、あの、谷町1丁目ってとこから掘って。はあ、で、9丁目で。谷町全部掘ってるやん、お前。おい。そうやね、谷町線よ。そうや、俺新谷町線開通させたよ。それはそれでめっちゃすごいよ、もう。で、9丁目ついに金が出て。ああ、9丁目やねんな、うん。谷急に金とガスがあんねんな。言うてもうとるがや。おい、聞いとったで、おい。ありがとうございます。どうも、金属バットです。お願いします。どうもありがとうございます。いやいやいや。いや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 、俺さ、へいへいへい。ちょっと、不倫してんのよ。アホか、お前、おい。アホなんか、俺、お前、おい。いや、やったかやろんな。してるからさ。ヘラヘラすんな、お前、おい。やったかやろ、お前。あかんのはもちろん分かってるよ。分かってるのか、俺ら。分かってる、分かってる。相手どんなやっちゃねんな。相手、小学校の先生でさ。うわ、お前、もう、そんなんとどこで出会ってんな。俺が、小学生の時の、担任の先生なんやけど。あ、おばあちゃんや、お前。おばあちゃんとか言うなよ、お前。年齢的におばあでしたろ。いや、失礼やろ、お前。何がいいな。女性に年齢関係ないやろ。お、あ、確かに。申し訳ない。失礼。簡単に申し訳ない。まあまあ、確かに落とし飴してはんねんけどさ。はあ、その年齢を感じさせないぐらい、はあ、お召し物があでやかなよな。ババアやないけ、お前、おい。やっぱババアやんけ。すごいな。お前、ババア褒める専門用語全部使ったやんけ。わし、高島やってたんか、思うと。そんなん言うなよ、お前、仲良やってんやからさ。仲良やってって何やってんの、あんた。いや、この前もさ、はあ、その先生と初めて出会った記念日があってさ。ね、入学式け。でその時二人でさ お寺行って、おい、で寺の入り口にある、はあ、こう水をかけ合ってさ、あ、開けまへんだ、あんたあれちゃいますねって、そういうギミックになっちゃうね、あれで、そっから二人で買い物行ってさ、ほうかいな、で俺もう何でも好きなもん買ってあげるよって言うたんよ、えらい気前えな自分、まあまあ記念日やったからさ、入学式な、それな、ほんな先生がさ、うん、私が欲しいものはお金で買えるものじゃないのって、どういうこと、なんか俺の目をじっと見つめてきてさ、あら先生、ねえ、なんか膝の軟骨が欲しい、あ、そっちかいな、お前、さすがに軟骨買われへんわ、むちゃ言うたあきまへんわ、ほんな先生がさ、はん、もう俺にプレゼント用意してくれてて、何、なんか俺の名前入りのパワーストーンを用意してくれてて、あら、えらいキャイらしい、やろ、名前入り、いいやろ、あんた小林圭介って名前からなんや、圭介って書いてるパワーストーンかいな、いや、小林家って書いてたの、墓石ちゃうんけ、それ、おい、墓石じゃないけどな、これ手につけるような石、でっかい四角やった、墓石やないか、お前、おい、あれパワーストーンちゃうねん、嘘、パワーなくなったやつが使うストーンや、お前、あ、そうなの、最後の石ですよ、あれ、あ、そう、FE 間違いしてるやん、でそっから二人でさ、はん、先生の家行ってさ、え、不倫やろ、お前、そうよ、いかついな、で部屋でな、はん、まあまあ二人きりやんか、はん、まあだんだんいい雰囲気になってくるやんか、え、ほんな先生がさ、はん、そろそろ欲しくない、えらこちゃん、あららら、えらいこちゃん、あらら、でそっからさ、はあ、吹き焚いてくれてさ、おもろないの、これハゲ、おい、誰か、おい、マジでうまくて、あれ眠たいこと言うな、ボケ、こら、おい、え、大人やろ、不倫やろ、いや、そうよ、なんちゃこう体を触るような著名こと、お前、そういうのが聞きたいの、当たり前やんけ、お前、もちろんあるよ、よいしょ、いえ、肩もんであげてさ、孫やんけ、おい、え、あんた孫みたいなことしてるやんけ、何がなんかないんけ、そっから、いや、そっから先生がさ、うん、漫画買うたあかんよ言うて、え、で図書券もらって、おい、で家帰ったよな、お前はよ不倫せえや、おい、え、全然せえやんけ不倫、おい、はよせえよ、お前不倫したあかん言うてなかったっけ、わしも下品な生きたい耳なってんねん、おい、頼むわ、なんかくれよ、お前やれよ、じゃ不倫してるやんか、どこがやねん、お前、寺行って吹き食うて肩もんで、お前こんなもん不倫ちゃうやん、家族やんけ、お前、ありがとうな、ありがとうないないねん、どうしてんちゃうねん、お前、やっぱ不倫ってあかんやんか、もうかまへんのやない、これだから俺ちょっと前々から考えてることがあってさ、ない、養子なんだけ、いや、じゃなくてさ、はあ、どうしようかな、なんや、結論だけ言おうか、はあ、先生をさ、はあ、俺ら金属バットに加入させようと、いややって、お前、おい、いややって、いいやん、いややって、いや先生吹き焚いてくれる、いらんわ吹きなんか、お前、いやじゃ、じゃあ分かった、はあ、旦那さんも入れようか、なんでそんなことなんねんって、いらんって、ダブルで、これが一番平和に収まんねん、何が平和に収まんねん、おい、なんでジジイとババとハゲとロンギで漫才せなあかんねん、お前、いややって、いや旦那さんめっちゃ喋れる人よ、喋ったことあんねや、あるあるある、おもろいの、全然おもんない、ほなあかんやんけ、お前、おい、なんでダラダラ喋るジジイと吹きたくババ入れなあかんねん、お前、いらんわ、行かへんて、でちょっとほんま申し訳ないんやけどさ、あんたもうどれが申し訳ないねんな、正式に加入させる日を、はあ、俺と先生が初めて出会った記念日にしていいかな、それなんや、入学式なんか4月け、それは、
9月1日なんやけどさ。あんた転校生やったよね。いやいや。あのさ、うい。俺こまえさ、うん。鶴が罠にかかってたから、ほう。助けてあげたよな。ほう。ほんなその日の晩にさ、ほう。知らん女の人が家にずかずか入ってきて、え？私がいいと言うまで、絶対にこの扉を開けないでください。おい、鶴やんけ、お前、鶴の恩返しやんけ。って言うて、ほう。ガラス戸をパタンって閉めた。ギャン見えちゃうの、お前。ギャン見えやギャンギャンに見えてるやんけ。で、そっからその鶴さ、はあ、半年以上家おんの。いつまでいてんねん、お前。たまらんの。たまらんな。そうよ。あんたんちワンルームマンションやろ。そうなんよ。なあ。だから俺ずーっと玄関で暮らしてる。おい、邪魔やな。めっちゃ邪魔なんや。生活できへんやんけ。ほんまやで。なあ。だから洗濯機とかもさ、鶴の部屋にあってできへんねんな。難儀やな。だからこの前さ、はあ、川へ洗濯行ってさ。追い出せや、もう。ほんなら川上から大きな桃がどんぶらこどんぶらこって流れてきて、えその横で亀がいじめられてた。どこ住んでんねん、お前。あれ、お前住所大阪府おとぎの国やったっけ。とりあえず亀助けたらなあかんや、これ。かわいそうやな、亀。めっちゃひどいよ。何がい大人が集団でさ。大人かいな。さすまた持ってさ。うわ。ワニガメいじめとんの。あ、駆除や、それ。えクジや。あ、クジしてる。外来種やから。あ、外来種か。あんた、怒られたやろ。邪魔しないでください。役所の人や。もうこれ以上俺は役所怒らしたかんねや。怒らした。うん。桃呼ばれよ、桃。いや、桃がそれが流れてってもうてさ。なんじゃ、お前、おい。で、俺、とぼとぼ帰ってたらさ、ほう地面から、ほう光る竹が生えてて、えで、その横で亀がいじめられてる。亀ええわ、お前、もう。えワニガメっしょ。なんかな、オレンジの鉢巻き巻いて、ヌンチャク振りましたよ。おい、タートルズやないか、ほら、お前。あれ外来種やけど。あ、そう。液状やから。あ、液状。持ってたんや。竹竹な。で、竹割ったらさ、中からガキ出そうやな。おい、言葉って悪いよ。あ、そう。ちゃんと言って、ちゃんと。非納税者で。あ、ちゃんと言いすぎや、お前。ちゃんと言いすぎ。で、こう割れるかな思って頑張ってねじってたんや。割れまへんで、あれ硬いんやから。ほなら、うん、一瞬だけ真っ赤に光って、ほう光らんくなってんな。お願いします。若くさん。なんだいゴロリ。日本兵。何言ってんの。日本兵やん。ワクワクさんだよ。日本兵やんけ、お前。みんな大好きワクワクさんだよ。米軍が書く日本兵やん、お前。なあ、あと歯だけ飛び出したら米軍が書く日本兵や。何を言ってるんだ。君は本当にゴロリなのかい。え、ゴロリかい。それは俺はまだゴロリとは名乗ってないよ。ゴロリではない。ゴロリとは名乗ってないですよ。ゴミ付き友達だよね。若く、うん、さん、はい、若くさん、今日は何を作るんですか。今日はね、はい、灰皿を作るんだよ。なんでなんで。大人からの指示だよ。なんでこんな朝から大宮で灰皿作らんといかんの。大人がそうしろと言っているんだよ。大宮って町はでっかい灰皿ですよ。でもね、確かに言えて大変。聞きましたよ。なんか灰皿が灰皿しかない公園があるみたいな聞きましたよ。大宮には。あ、そう。はい。作る必要があるんですか。本当だ。ちょっと何も見えないんだけど。何もない。見えんことない。なんかぼやけがすごい。見えんことないやろ、これ。見えんことないやないか。見えるやないか。全然見えるやないか。狭すぎるけど。見えるやないか。ここしか見えへん。空き缶でハイザラ作りましょう言って、うん、炭酸飲料って書いてね。ああそう。麦芽ドイツ製造またはイギリス製造ホップ炭酸。えってビールじゃないの。えビール。でもアルコールレーパーや。あ、ノンアルコール。麦ジュースや。それは。それはグーグアバーガバガバか。でもなんかいやにゃん当たりきてやかガラなね。なんでこんな尖った看板か。ドクターペッパーのチェリー味とかいちごストロベリー&クリーム。うわ、何それ。初めて見たな、これ。どっからこでいいこんな。ちょっと作っていきますか。空き缶の、うん、上部を切り落とす。切り落とす。切れんのかこれ。あ、ハサミやろうか。でもいつの間にか用意されてる。あ、いけるいける。あ、空き缶初めて切ったな。どうやって切ってお前。あ、やな音。よし、こぼったらあかんで。はぁ、あやな音。はぁ、あ、うわ、やな。空き缶切れません。ああ、嫌な音。あ、消えた。うん。ああ、嫌な音。うん。
あー、めっちゃええな音。ちょっと西成りすぎるって。ちょっとお前がやったら西成りすぎんねん、ちょっと。ワクワクさんやろ、俺は。これでもうこれでできてんねんけど、いや、まだ。じゃないの、ちょっと切りそうやなって、これ。怖いな。首も苦しいな。何なちゃんとゴムしてるよ。すべてそこに向かってまっすぐ切り込み入れてる。何本とかじゃないねや。ああ、そういうことか。ああ。ちょっと置いとくってこと？え？それが灰皿の深さになるってことですか？ああ、なるほど。めっちゃ浅い。おちょこよりも浅いぞ、お前。そう、残ってる？うん。俺こんな鼻大きいのに鼻全く効かへんねんな。どっちかというと塞いでんもん。あ、なんか刑務所みたいやな。何して。黙って空き缶切らされて。空き缶切ることないもん。これメイドインジャパンなんや。忍者らが、忍者言うてるしな。俺らの知らん日本人いるな、これ。で、開いていくのか。よし、よし、ある程度切れました。はい、はい。早く変えこういうことか。開いていって、折り曲げると。おお。はいはいはい。わあ、すごい早いやり方を。うん。それぞれの羽を隣の隙間へ差し込んでいく。どういうこと？分からへんこと言ってるな。どういうこと？差し込んでいく？表面が来てるから。こういうこと？こういうことか。どういうこと？こういうことじゃない。ああ、こうか。あ、なるほどな。こういうことね。こういうことね。こうだんだんにしていくってことだよね。折り込んでいくと。あれ完成してるいつの間にか。そんな達成感ないことになる。え、ほいでと思ったら完成って書いてた。あ、そう。こんな地味な YouTube あんのか。おっさんが顔を曲げていくっていう。フリー音源出しといたらいいよ。なんかね、派手めなやつを思い出しあ、一個忘れてる。え、そんなことある？取り返し使うことなくあ、でもほら、それはそれでこれはこれでなかなかおつなものにゴミツリーじゃないこれ、大丈夫ゴミツリーできました。できました。今、まあ灰皿やな。でも灰皿っちゃ灰皿やな、これは。たまにとんでもなく危険な箇所があるけど、うん、うん、これ、タバコの重さすら耐えれなさそうな。いや買ってみましょう。見え一番いるとこに花が見えタバコはうまいんやけど。タバコうまいね。そまこれそこ危ないじゃん、お前シールの子やったら。燃えるんじゃん。シールそうか。じゃあひっくり返してね。どうしたら。クリア。条件はクリア。これでなんかできるかな。それな、タバコホルダーみたいな。ああ。この上にライターぶっ刺しとくみたいな。めっちゃいいやん。それなんやねん。タバコホルダー。ほらほらほら。だって、ほっといた灰は床に。あ、そうか、そうか。
これライダーぶっ刺してんか。うん。砂漠ホルダー。ライダーホルダー。ライダーホルダー。ライターを支える力はないんだ。だからこれ数はでもこっちで自由自在に調整できるから。うんうん、そうやから。あ、あ、何やこれか。意外に悪くないね。うん、軽いし。軽いってマイナスでもあるよな。まあ、ポイントは捨てれるし、そのまま。うん。こんな風に映ってんだよな、歩く人に。あ、作って遊ぼう、再開したんや。要塞、平気すぎてる。だって、俺らの目線の先、海弁じゃねえ。よいしょ。スチールの方が丈夫そうやな。いや、スチール綺麗やろ、綺麗か。ああ、容器なんからな。誰が、いつ作るようなの子供がお父さんにちゃう。危ないって。父の日や。危ないねんって。父の日に。手切るってこれ。お気に入りのジュースで。間を作って。手切るって。そんな、死ぬまで持ってると思うけど。手切るって。危ない。ワンチャンゴロリに怒られそうやな。ワクワクさんはよしとして。なんか悪くないね。うん、およく見えてきたね。愛着が湧いてきたな。不思議なもんで、うん。ちょっと改良したいもんな。恵比寿とかで作りたい。ああ、いいね。いいな。これロング缶やと？あ、お前。ここが広がるんか。いや、深くもできるからね。あ、そうか。あ、まあ一緒か。深さはこれも調整できる。半径は一緒なんか。うん。あ、そうか。だから、あれか。長さできてもっと編み込むこともできるのか上に。おお。ちょっと待ってくれ、これ照明もいけるんちゃうか。え、ひっくり返して電球置いてひっくり返してつけたら美しい照明になるんちゃうか。編み込んで、おお、でその上にこれ置いたら美しい灰だれになるんだ。おお、夢が広がるなこれは。今年初めてシードでの出場になりましたが、今日からですよ、だから今日からですね。2回でした、ね、思ってる。ボンベないやんけ、ボンベまたないやんけ、ないやん。俺も怒ってることある。何を？まあ、エントリーに払え。何がいいの？え、2000円。え、1000円ずつやん、相場は。ああ、俺がさっき来て今2000円払ってんの。お前勝手に払ったよ。何勝手に払ってんのお前。え、お前その勝手なことすんなよお前。ドンベはないし勝手なことはするしお前。何やお前、むちゃくちゃやなお前。優位見たと。おい、何してもええってわけないやろお前。おい、え、何やむちゃくちゃやな。あかん、気分悪い、もう帰らしてもらいますわ。むちゃくちゃや。1000円好きにせえ、そんな、そんなんしたい、好きにしたいわ、一人で楽しいせえお前は。ええから、優勝するぞ。あんた一人でやったらええわ。優勝するぞ。あんただけで優勝するぞ。アホみたいに。どうも、金属バットです。お願いします。どうも、失礼、すいません、申し訳ない、ただただ失礼、すいません、申し訳ございません。出た、本当に出た、すいません、失礼しました。あのさ、いいよ。おじいちゃんみたいなおばあちゃんと、うん、おばあちゃんみたいなおじいちゃんおるやん。おるな。あれおもろいな。あれおもろい。おもろいな。うん、今度さ、うん、その二人が対決するイベントのチケットが2枚手に入ってんけど。え、来る？行くよ。何？バトンの？バトンねんって。うん、何して戦うの？なんかね、俳句対決をするんやって。ああ、ね、そんな感じか。え、そう、うん、なんかテーマに沿って俳句を読むやって。あ、なんかテーマがあって俳句読むはんねや。うん、あ、そのテーマっちゅうのは何なの？テーマがね、うん、レーザーキャノンなんや。面白そうやな。ジジババが、そうそう、レーザーキャノンで一句読むの。うん、季語なんなんやろな。季語気になるよな。面白そうやな。そうやね。でも俳句で勝敗決める感じなんや。いや、なんか三本勝負らしくて。あ、まだあんねや。うん、二本目なんの。なんか囲碁対決なんよ。囲碁か。囲碁、うん、俺あんま跳ねへんねんな、あれ。いや、でもおもろそうでさ。何がいいな。あの、おじいちゃんみたいな方おるやん。おばあちゃんな。うん。こっちは先祖代々囲碁のプロなんやて。な、囲碁強いねや。はん。で、かたやおばあちゃんみたいな方おるやん。じじいな。
そっちも先祖代々囲碁のプロで。囲碁がすごいんや。その末裔同士がついに。いや、ちゃうねん。俺そんな囲碁面白い思わへんねん。いや、それがさ、うん、この二人さ、うん、囲碁のルール知らんねんって。なんでやねん、お前、おい。なんでなん？なんかずーっとこの二人さ、はあ、メキシコの刑務所おったか知らんねん。おー、面白そうやな、お前、おい。めっちゃ面白そうやんけ。一気に気楽さなったな。最高やんけ、お前。おもろそうなよ。これ楽しみなよ、俺。三本目は？三本目はやっぱ、老人言うたら。これよ。うわ、嘘やろ、お前。ゲートボールやんけ、お前。俺、親の葬式よりゲートボール嫌いね、お前。これゲートボールじゃないよ。なんなん？両脇にドラ置いて鳴らしまくる。おい、なんやねん、それ、おい。なんや、それは。おい、三つの対決で決着がつくんですね。なんやねん、それ、おい。楽しみですね。よいしょ、よいしょ。どうも。の貴族バットでーす。どうも。どうも。あー、桃安と小林で金属バットですわ。ね。あ、ごめんなさい。一つ、ちょっと言っとかないといけないことがありまして。あれ、何？はい。私。はい。小林さんじゃないんです。あれ？あれ勝利やった、はい、お前。読み。あ、そういうことじゃなくて。何？面白いこと言いますね。もう一回言って。え？もう一回それ言って。面白いこと言いますね。まあな。じゃなくて。何？小林さんじゃないんです、私。はい。小林じゃない。何言ってんの、お前。この前ですね。ああ小林さんと神社でこうね、うん、こう、バランってぶつかっちゃって、うん、で、階段をこうコロコロコローってこう転がり落ちちゃってで入れ替わっちゃったんですね。だから私小林さんじゃないんです。え、わかります？いや、え、小林じゃんだって。いや違うんですよ。この前ね、神社で聞いた、聞いたよ、聞いてんの。バーンってなって、聞いてる、聞いてる、コロコロコロって入れ替わっちゃったって、うん、魂がって言った方がいい。いや、何でもええよ、一緒やって。小林やん、お前何言ってんのよ。いや違うんですよ、それが。小林やないか、お前。いや本当に違うんです。お前あれやろ、好きな食べ物麻婆豆腐やろ。いや違いますね。え、揚げたこ焼きです。え、はい、小林ないかもしれんな。違うでしょ。違うんですよ本当に。え、好きな漫画何？好きな漫画、私ワンピースが好き。あ、違うな、はい、ストッパーブスじまいもんな、お前。あれ、だから違うんです。ええよな、本当に違うんです。お前の好きな製図道具何？製図道具って何ですか？え、雲形定規やろ、お前。どうした、お前。あれ、ええ、どういうことですか？キャドあるある1個言って。キャドあるある、キャドあるある。あ、手書きの方が楽だなと思ったんですけど、うん、縮尺を自由に変えれる点がやっぱりキャドの方がいいなって思いました。違うな、小林のキャドあるあるはやりがいがあるやもんな。違うな。あれ、いや違います。小林さんじゃないんですよ、本当に。本当なんです。誰じゃあんた。はじめまして、うん、ミスチルのベースです。誰やねんお前、おい、誰じゃ。え、でミッシュのベースキャドできんのかい。ミスチル、え、知ってるでしょ、ミスチル。ミスチルはスターチルドレン、うん、のベース、ベース、ほら、おったん、ベース。いや、いますよ。あれ桜井ピンちゃうの、あれ。桜井がピンで頑張ってるのはジ・アルフィーやないかい、言うとりますけども。何それ何それ。私なりにちょっとお笑いってこういうのかなと思いまして。あんまこの芸風で言うのちゃうけど、はい、お笑いなめんなよお前。いや、こういうのじゃないんですか。なめんな、お笑い。違うんですか。なんだお前。え、ミスチルのベースなんです。ベースと入れ替わっちゃって、小林さんと。だるいな、はい、ダメですか。なそのミスチルのベースのやつ見っけて、はいはい、今のお前をひっくり返したらまた元戻んの。あ、そんな簡単な話じゃないんですよ、もう。何がいいな。その僕が入れ替わった方の体も、はあ、もう別の誰かと入れ替わっちゃって。何やねん。そうなんですよ。誰と入れ替わってんの。まあでも言ってもわからないような人なんですけど。お前もやで、うん、スピッツのベースと入れ替わって。誰やねんって、おい、誰や、誰やねんでしょ。お前もやねん、それは地味なんですよ。お前もやって、誰やねん、おい。ミスチル、ミスチル、一緒じゃ、一緒じゃ、一緒じゃ。格上、格上、一緒やねん、一緒やねん。どっちも愛されてるけど。何ですか、誰やねん。え、おったんかいな、それも。おる、そりゃいるでしょ。おった、知らんかった、ピンや思った。あれも入れ替わっちゃってるんですよ。そいつ見っけてきて、はい、その3人でゴロゴロってひっくり返したらまた戻んの。いや、そんな簡単な話じゃないんですよ、もう。何が起きてんねん今。そいつもまた別のベースと入れ替わっちゃって。なんでベースばっかりね、おい。みんなで神社でここ、これ。なんなの？ベースってみんな悩んでんの？悩んでるでしょ、それは。そうな。地味なんですから。お前も直せやな。うん。どこのベースと入れ替わった、今度は。TOKIO のベースと入れ替わった。もおらんねん、お前、おい。TOKIO にベースはもおらんねや。いないんですか？今へんねや、TOKIO に。え、なんで、え、バンドでしょ？バンドだったらベースはいるんじゃない？まあ、ちょっと。え、いないんですか？なんでいないんですか？なんかあんねん、ちょっと、まあ。え、なんでいないんですか？じゃあ、まあ。
えまあまあな。なんでいないんですか。まあまあ。なんですか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 。ダブルなんですか。ほんまに。今ちょっと刑務所入ったんね。刑務所入った。え刑務所入った。刑務所入った。刑務所入った。刑務所入ってるんですか。異例の即日死刑やったかな。え、死刑なんですか。異例の確か即日死刑やったと思う。死刑なんですか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 。ダブル死刑なんですか。ほんまに。何ですか。何ですかこれは本当に。え、そうか。じゃあもう。かっちゃったんですよ。あかんな。だ、え、ダメですか。うん、刑務所おったらちょっともうお前とやるしかないな。あ、一緒にやりましょう。だから。できんのお前お笑いなんか。いや、俺できますよ。さっき見たでしょ。不安しかないよお前。僕いろいろ見てきて勉強してきたんで。あ、我々勉強してんの。はい。あんまかいな。やりましょうじゃから一緒に。じゃから。じゃからな。いきなり広島弁。もう一緒にやりましょう。やってみようか。はい、やりましょう。はいはい。どうも金属バットです。どうも金属バットです。僕ね、はい、芸人なんですけど、はい、こう見えまして、はい、合コンに行ったことがなくて。あ、珍しいね、はい、芸人やのに合コン行ったことない。ほらせっかくやからここでやらせてもらおうか、はい、あ、やらせてもらえますか。上手やね、行こう、はい、行きましょうか。じゃあ、まずは乾杯しようか、うん、はい、ビールでいい。ビール、ビールの人。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20。ちょっと多いな。え、な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 、誰見て勉強したお前。あの東京ホテイソンの翔吾さんを見て勉強した。タケル見ろやお前。おい、え、どっちパクってんねんお前。東京ホテイソンはタケルをパクるんやお前。なんで翔吾パクんねんお前。あれ、僕翔吾さんばっかり見てます。翔吾なんかパク、タケルはパクんねん。東京ホテイソンで受けよう思ったらタケルをパクるんやお前。あ、そうなんですか。画面の半分画用紙で隠して翔吾さんだけずっと。なんでそんなことすんねんお前。なんでそんなことすんねんや。じゃあたまにこう手が出てくる。出てくるからな。違うねや。違うんですか。東京ホテイソンパクるんやったらタケルをパクるんやあかんねん。そうよ。ちなみにあの合コンでのこのビールを数えるやつの 1,2,3,4,5,6 のタケルさんのツッコミは、いや、マチコンの規模。完璧やろ。でした。あ、完璧やね、やっぱり。ですか。こっちをパクんねん。こっちをパクるんだ。あ、やっちゃいね。俺そのツッコミできへんねん。あ、できない。俺苦手、それできへんから。そうですか。ちょっときついわ。そうですか。俺あんなツッコミ寄せへんで。そうなんです。あれむずいから。わかりましたよね。僕別のもいっぱい見てきたんで。他勉強してんの。はい、見ました見ました。あ、何見てんの他。サル岩石さんと。サル岩石変なの。ドロンズさんと。ドロンズさん。あとチューヤンさん。いや、テレビに狂わされた芸人。おい。できてましたよね。あきまへん、今できてます、ね、あきまへんで大阪ホテイソン、あきまへん大阪ホテイソン、あきまへん、あきまへんできてましたよ、ね、後輩のパクってニコニコすんなあかんわ。あ、そうです。もうあかん、ちょっとお前やったらいいわ。ちょっと揺らしたらダメですよ。あ、もうあんた何がや、揺らすから。え、入れ替わっちゃいました今。何も入れ替わってへんから。お前なんやねんな。あなたの金玉と私の金玉がこう、おやめろよお前。おい、入れ替わ、おい、金玉返せよお前。おい、揺らすから、揺らすから、もうあなたの金玉全部こっち来ました。おい、ゼロ玉なってんけお前。おい、もう玉がこんなに溜まったらたまらんですな。言うとりますけども。たまりまへんでな、ほんまに。お前マジで玉返せよこれ。ワットです。お願いします。あのさ、はい、今日ちょっとええこと教えたら思ってさ。うわ、何？あの国金で金を借りて返さんでいい方法。合法？合法。あっつ、何それ。おい、何やそれ。聞きたい。聞きたいな、すげえな。何それ。うん、捕まらへんの。捕まらへん、捕まらへん。今んとこな。今んとこ、うん、ダッシュでパクったらかまへんねや。大丈夫。あっつ、何それ。聞きたいな。あの、もう一個教えよう思ってることあんねんけど。何？今日はどっちかだけ教えよう思って。時間の尺的に、うん、いや国金でいけるな。もう一個何。もう一個マナカナの見分け方なんやけど。そっちやな。そっち聞きたいわ。こっちでいい。もう国金いらんわ。国金いい。ああ、それ聞きたいわ。ほんまに。うん、マナカナの見分け方じゃあ教えるわ。もう無理やろあんな。まあまあ無理や言われてたんや。ほう、うん、みんなもう学者たちはもうプラーンってサジ投げたんや。ちゃんと、うん、ほんまにサジ投げんの。ほんまにサジ投げてた。もうでも俺見っけてん。何。マナにはないんやけど、カナのこの辺にちっちゃい顕微鏡で見なわからんほくろついてんのよ。え、うん、顕微鏡で見なわからん。顕微鏡で見なわからんほくろがついてんの。肉眼じゃ無理な。肉眼じゃ無理やねん。意味ないやないか、こんなもん。いやでもあれやねん。なんやねん。中身が全然ちゃうんよ。喋りゃわかんねや。うん、喋ればわかる。あ、教えてよ。マナは、はあ、料理が得意なんよ。いいね。うん、あ、女な、料理できる女はええ女やから。ええ女や。あ、
で、カナはさ、うん、料理せえへんのよ。クソやな。あ、クソやわ。料理できんのはクソや。そういうのもあれなんよ。なんや。カナは、うん、料理みたいなもんは、うん、下僕がやるもんって。ほんまにクソやんけ、お前、おい。教育を受けた。ガチモンのクソやないけ。だから別にしょうがない。カナが悪いわけじゃない。ほう。でも、マナはさ、ほう、字が綺麗なんよ。字綺麗な女はね、心が綺麗、決まったんね。うん。で、カナはさ、うん、文字が書かれへんモンモーのあいつ、うん、21世紀やで、うん、モンモー、うん、いやでもそれはカナが悪いわけじゃなくて何がいいの教育が悪いどんな教育やねんお前さっきからお前え20歳超えねえんだわかんねえ学びよお前いやもうしょうがないよ、はあ、でマナは趣味がさ、はあ、あの油絵とかあら、うん、でフルートとかやねんああ優雅やねよろしいお漫画な、うんはあ、でカナはさ、うん、ボート一本バクチなんけおいええ女がボート一本でやらせてもらってるバクチ一本なんかお前クソやないけでさマナのさ好きな男性のタイプがさほう細マッチョがいいですいやーキャラしの、うん、あでもでも優しかったらいいですいやーキャラいいしなーキャラしいキャラしなで、まあのカナの好きなタイプがさもうちょっと人間では満足できんくてさえ馬一頭や中間なんけおい大丈夫けお前おい馬行ってんねんあの太さで太さで問題で太さで行ってんねん馬の問題馬行っててんけど最近はそれ馬もやめて何や車のハマーのマフラー突っ込んでるどうなってんねんおいおい映画カーズの AV やんけそんなお前カーズの世界の AV やそれはカーズの世界の AV やああ多分カーズの世界の循環 AV やそれカーズ世界での循環 AV やああそれやわそうかもうマナをさ何やろな4文字熟語で例えると何やろな日露戦争え、うん、日露戦争ちゃうわ何や言うてもてるわおい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 言うてもてるおばちゃんおいでマナを4文字熟語で例えると、うん、まあ何やろ彩色兼備ええかな、うん、月下美人とか月下美人とかうい、うん、文武両道文武両道いいですねよろしいお漫画なでカナを4文字熟語で例えると聞いたよここで日露戦争が来たでバーン日露戦争日露戦争おもろいで2回目やからなおもろいのおいいけいけ日清戦争出たよ戦やでおいでベトナム戦争来たね4文字でもないねいいねおい重心サンダーライバーレースラー来ちゃったよおい面白いじゃないハマーザ・ジャックそれ何よハマー行ってるからよそれとかになってくんのよなってくんのかいな、うんうん、で もうこんなカナにもいいとこは1個あんねんあるんけお前あんねんボロボロやないけあんのよ何もうマナに比べてちょっとだけ巨乳やねんおぱいかよお前、うん、今さら父なんかどうでもええわお前ただマナはそんなもんに負けへんぐらいのテクニックもあもういいですどうもありがとうございますどうも金属ワットですお願いしますあのさほい今日ちょっとええこと教えたら思ってさうわ、何国金で金を借りて返さんでいい方法合法合法あっつ何それおい何やそれ聞きたい聞きたいなすげえな何それ捕まらへんの捕まらへん捕まらへん今んとこな今んとこ、うん、ダッシュでパクったら噛まへんねや大丈夫あっつ何それ聞きたいなもう一個教えよう思ってることあんねんけど何今日はどっちかだけ教えよう思って時間の尺的に、うん、いや国金でいけるな、うん、もう一個何なんかマナカナの見分け方なんやけどそっちやなそっち聞きたいわこっちでいいもうコッキーなコッキーああそれ聞きたいわほんまにうんマナカナの見分け方じゃあ教えるわうん無理やろあんなまあまあ無理や言われてたんやほううんみんなもう学者たちはもうプラーンってサジ投げたんやちゃんとうんほんまにサジ投げんのほんまにサジ投げてたもうでも俺見っけてん何マナにはないんやけどほうカナのこの辺にほうちゃーい顕微鏡で見なわからんほくろついてんのよ、うん、え、うん、顕微鏡で見なわからん顕微鏡で見なわからんほくろがついてんの肉眼じゃ無理な肉眼じゃ無理やねん意味ないやないこんなもんいやでもあれやねん何やねん中身が全然違うんよ喋ればわかんねやうん喋ればわかるあ教えてよマナは、はあ、料理が得意なんよいいねうんあ女な料理できる女はええ女やからええ女やなでカナはさ、うん、料理せえへんのよクソやなああクソやわ料理できんのはクソやそういうのもあれなんよ何やカナは、うん、料理みたいなもんは、うん、下僕がやるもんってほんまにクソやんけお前おい教育を受けてガチモンのクソやないけだから別にしょうがないカナが悪いわけじゃないほうでもマナはさ、はあ、字が綺麗なんよ字綺麗な女はね心が綺麗、うん、決まったんねうんでカナはさ、うん文字が書かれへんのモンモーのあいつ、うん、21世紀やで、うん、モンモー、うん、いやでもそれはカナが悪いわけじゃなくて何がいいの教育が悪いどんな教育やねんお前さっきからお前え20歳超えねえんだわかんねえ学びよお前いやもうしょうがないよ、はあ、でマナは趣味がさ、はあ、油絵とかあら、うん、
でフルートとかやんねん。ああ優雅やね、よろしおまんがな、うん、でカナはさ、うん、ボート一本バクチなんけおいええ女がボート一本でやらせてもらってるバクチ一本なんかお前クソやないけでさマナのさ好きな男性のタイプがさほう細マトがいいですいやーキャラしのあでもでも優しかったらいいですいやーキャラいいしなーキャラらしいキャラいいしなーでカナの好きなタイプがさ、うん、もうちょっと人間では満足できんくてさえ馬いっとんやん中間なんけおい大丈夫けお前おい馬いってんねん太さで太さで問題で太さでいってんねん太さの問題馬いっててんけど最近はそれ馬もやめて何や車のハマーのマフラー突っ込んでるどうなってんねんおいおい映画カーズの AV やんけそんなお前カーズの世界の AV やそれはカーズの世界の AV やな多分カーズの世界の循環 AV やそれカーズ世界での循環 AV やうんそれやわそうかもうマナをさ何やろな4文字熟語で例えると何やろな日露戦争え、うん、日露戦争ちゃうわ何や言うてもうてるわおい、 おいおいおい言うてもうてるおばちゃんおいでマナを4文字熟語で例えると、うん、まあ何やろ彩色兼備ええがな、うん、月下美人とか月下美人とかうい、うん、文武両道文武両道いいですねよろしおまんがなでカナを4文字熟語で例えると聞いたよここで日露戦争が来たでバーン日露戦争日露戦争おもろいで2回目やからなおもろいのおいいけいけ日清戦争出たよ戦やでおいでベトナム戦争来たね4文字でもないねいいねおい重心サンダーライダーレース落ちちゃったよおい面白いじゃないハマーザ・ジャックそれなんやお前ハマー行ってるからよこれとかになってくんのよ なってくんのかいな、うんうん、でもこんなカナにもいいとこは一個あんねんあるんけお前あんねんボロボロやないけあんのよ何もうマナに比べてちょっとだけ巨乳やねんおぱいかよお前、うん、今さら父なんかどうでもええわお前ただマナはそんなもんに負けへんぐらいのテクニックもあもういいですどうもありがとうございましたありがとうございましたさあ、うん、毎日毎日さはい400円払ってさ、はあ、やってられんやんタバコかなかなんなあれはもう来る日も来る日も400円払ってさまあまあしゃあないからなフリクラ取るわけやんかえおいえ金なんぼあってもえフリクラやってられんやんフリクラ取ってんのお前フリクラ取るやんか誰といや一人でよ一人で取ってんの俺フリトモおらんしフリトモってなんやねんだからもう金なんぼあっても足らんからさなんでええのお前はもういっそのことさ、うん、俺プリクラの本体こうたったんやこうたお前おいめちゃめちゃ高いであれめっちゃ高かったよ新車のセルシオぐらいすんねんでお前セルシオぐらいしたセルシオこうたええのにお前いやでもそんな毎日400円払うこと考えたらさ、うん、もうこうたは安いな思ってさ取らんでええねんお前プリクラなんかだから俺今家にプリクラ置いてんのよ置いてんのお前おいよう入ったなあんなでかいもんじゃでかかったよワンルームマンションやろお前、うん、ハイエースぐらいねんであれめっちゃでかかったよう入ったねお前車好きやなみんな好きやろうんもうギチギチや家ギチギチなんやすっぽり入ってさほうもう俺今家プリクラなってん家プリクラなのえもはやもはやプリクラ住んでんのプリクラ住んでんの、うん、どうなってんの家いや玄関開けるやん開けまんなほなあのプリクラのカーテンあんのよもうあんねんもうで撮影スペースや撮影スペースでで奥のカーテン開けたら、うん、もうお風呂お風呂ね、うんうん以上以上おいお台所はお台所はね、あってん。あったって何もう行かれへんねん。埋まってんの埋まってんねん。押し入れはもう、確かに存在した。埋まってんのそれも。埋まってもてる。落書きスペースは落書きスペースはね、こうやったらギリギリ行けるけど。ギリ行けんねや。うん、ただ、シール排出口には行かれへん。何のために撮ってんのお前。おい。何のために撮ってんのでもプリクラ撮りまくってたら、うん、溢れてきて拾える時がある。そんなんちゃうねん、プリクラ。いつぞやのプリクラが出てくるとか。ガチャガチャあらへんねんで、お前。でもあかんね何がいいなプリクラなんか家置いてあかんわ飽きまへんでなあんなもん、 もう取りまくってまそういうことやおまへんねんあんたもうやったそういうことやおまへんねやもう俺50枚ぐらい取ってんちゃうかな1日でいや1時間取りすぎやってお前おいパラパラ漫画やてそんなもんだからもう電気代もさバカならんのバカならんやろお前あれやっかましいしピカピカ光るしあれちっちゃいドンキョーテやだあんなもん電気代をさ、うん、日割り計算したんよ、うん、じゃあどうも1日あたりさ、うん、500円かかってる高なってるやんおい毎日毎日さおい500円払ってやでおいプリクラ取るやんゲーセン行けお前おい
やってられんからさ、俺もういっそのことを風呂場改造して発電所にしちゃったんや。どうなってんのお前んち、おい。え、風呂どうなってんの、風呂。俺んちの風呂今火力発電所になってる。火力発電所になってんの。これでね、電気代がゼロになったんや。嘘つけお前。いやほんまに嘘やろ。火力発電ってお前何、燃料代めっちゃかかるって聞いたで俺。いや燃料は陽さんあるからさ。何取ったプリクラ全部燃やしてるから、ね、何のために取ってんのお前。おい、プリクラ燃やして電気にして、で電気でプリクラ取って、ほんでまたそれで燃料作って、ほんでまた電気にしてプリクラ取って。ちょ待たんごお前、おい、ん、永久期間じゃん。俺永遠のエネルギーにいる。だ、え、燃やすやろ、うん、え、発電して、うん、え、じゃ、じゃ、あ、あ、ちょ、待って。え、何のためにプリクラ取ってんの。いや、だから聞いてた、燃料を作るためやつ。違うやろ、お前。楽しいプリクラ取りたいからこうたんやろ、お前。お前、俺楽しくプリクラ取りたいからこうたんやろ。なあ、お前、火力発電所のおっちゃんやけど、そんなもん。俺、発電所就職した思ってた。ちゃうで、お前。プリクラ巻き発生装置ちゃうねんで、お前。俺、巻き発生装置って呼んでた。言うてた、お前。ちゃうで、お前。ちゃうんか。しかもあれやで、お前、永久期間ちゃうわ。え、永久期間やちゃうて、お前、プリクラの紙凍ってるやろ。お前、俺、プリクラの紙発注してる。発注してもてるやろ。永久期間ちゃうねんて。あかんわ。あ、しかもあれやで、お前。え、お前んち賃貸やろ。お前、賃貸や。お前、風呂ぶっ壊してもてるやんけ。賃貸やのに風呂ぶっ壊してもうた。チーン。おぎに。あれ、どうも、こんばんは。ねえ、どうも、またおっけ。ねえ、まぶ。さあ。いいよ。この前さ、うん、親に言われてさ、ほう、ついにお見合い行ってきたんよ。うわー、えらいこっちゃ、お前お見合いなんか行ったんかいな。ほな行ってみたらさ、はあ、相手の子がもうえらい可愛らしい子で、べっぴんさん、すごい可愛らしいんよ。ほんまかいな、お前。いや、ほんまにほんまに。あ、その子有名なんで言ったら、うん、それ誰似てんのよ。星のカービィかな。可愛いな、お前。可愛らしいな。ピンクまんじゅうやんかいな。その子好きな食べ物がマカロンやって。かー、大したもんやで。なんか毎食マカロンばっか食べてんやって。あら、妖精ハンデッカーんた。え、マカロンだけ食うてんのかいな。いや、マカロンだけなわけないやろ、お前。そらせ、死んでまうもんな。マカロンとライス第一点やって。ベロ死んでんのか、こいつ、お前。めっちゃ可愛いな。可愛いな。あんま洋菓子と米一個あんま可愛いないよ。で、その子さ、趣味がオルガンらしくてさ。あ、楽器やってんねや。で、俺も楽器やってるやん。え、だからめっちゃ話盛り上がって。ちょっと待って。あんた。え、あんた、相手可愛いからって嘘ついてるやん、お前。え、楽器なんかやってへんがな。やってんねん、やってんねん。嘘つけ、やってへんがな、お前。俺、休みの日になったら森って一人で楽器演奏してんのよ。ラリってんのか、お前、おい。何やねん、気色悪い。楽器って何やねん。ずーっとホイッスル吹いてんのよ。バグってるやんけ、おい。ラリってるまたバグっとんのか、お前は。うん。まあ、ホイッスルとオルガンでどないして話盛り上がんねんな。いや、俺、今度オルガン教えてくださいよって聞いたんよ。はあ、ほな、向こうがさ、はあ、あ、オルガンは簡単ですよ。簡単なんや。銃を持って、折るだけです。はあ、いや、それあんた、オルガンやないかい。私にもホイッスル教えてください。あ、ホイッスル簡単ですよ。あっち向いてホイッスルだけなんで。いや、それあんた、ホイッスルやないかい。ガッハッハーイ。おい、ベロ噛んで死ねお前ら、おい。こんな気やんやったらさ、ちょっと真剣にお付き合いしたい思ってさ。やめときって、こいつマカロンで米行くんやで。でも俺最初にさ、自分の悪いとこ伝えといた方がいいな思って。まあまあ、後から言うのはちゃうからね。ちょっとね、僕ね、酒癖が悪くて。ちょっとね、芸人やってるからね、よけ飲んじゃうのよ、堪忍な。酔っ払ったらね、うん、女殴っちゃうんすよ。貸すやんけ、お前、おい。お前、女殴んのと畳に水こぼすのは絶対あったかねえぞ、お前。いや、俺もやむを得ない理由があって殴ってんのよ。どんな理由やねん、それ。いや、女の人ってさ、うん、ちょうど肩の位置に顔あるから殴りやすいよ。理由ないやないか、お前、おい。こんな子供蹴ってるやろ、お前。かわいそうに、そんなん言われてびっくりしちゃったやろ、相手。ほな、向こうがさ、うん、女を何だと思ってるんですか。せやで、あんた、ほんまに。女は鉄なんです。え、叩かれれば叩かれるほど強くなるんです。おい、すごいな、この子。すごいな、ごいな自分。なかなか女の人で鍛造に詳しい。あ、じゃあ鉄の話してんじゃんね、お前。マジで鉄の話なんかするかいな、お前。何この子、普段何してる子なん。普段なんか派遣の仕事してはんねんて。あ、派遣でなんかオフィスか工場かなんか行ってはんねん。いや、なんか戦争とか紛争に派遣されてんやて。傭兵ちゃうほな、おい。傭兵派遣の仕事って言わんねん。で、この人すごくてさ。何がいいな。爪楊枝一本で戦車パクれんやて。バケモンやないか、お前、おい。レジェンド傭兵やんけ。すごいやろ。そら自分のこと鉄言うし、ガンおるわな。これはちょっと絶対に物にせなあかん思って。いや、おもろいおもろい、捕まえ、こいつ。その場ですぐ結婚してくださいって言うたんや。うわっ、ほいだら。な、ズバリこう言われまして。何がい。あなたとの結婚は、結婚だけに、結婚です。言うて。よいしょ、おい。コケコッコ。おらおら、愛した。もうこんばんは。おい、俺この前さ、うん、鶴が罠にかかってたから助けてあげたよな。ほう、ほんならその日の晩にさ、ほう、知らん女の人が家にズカズカ入ってきて、え、私がいいと言うまで絶対にこの扉を開けないでください。おい、鶴やんけ、お前、鶴の恩返しやんけって言うて、ほう、ガラス戸をパタンって閉める。やん見えちゃうの、お前。
ギャン見えやギャンギャンに見えてるやんけ。でそっからそのつるさ、はあ、半年以上家おんの。いつまでいてんねんお前。たまらんねん。たまんな。そうよ。あんたんちワンルームマンションやろ。そうなんよ。なあ。だから俺ずーっと玄関で暮らしてる。おい邪魔やな。めっちゃ邪魔なんや。生活できへんやんけ。お前で。なあ。だから洗濯機とかもさ、鶴の部屋にあってできへんねんな。難儀やな。だからこの前さ、川へ洗濯行ってさ、追い出せやもう。ほんなら川上から大きな桃がどんぶらこどんぶらこって流れてきて、え、その横で亀がいじめられてる。お前どこ住んでんねんお前。ほらお前住所大阪府おとぎの国やったっけ。とりあえず亀助けたらなあかんやこれ。かわいそうやな亀。めっちゃひどいよ。何がい。大人が集団でさ、大人がいな、さすまた持ってさ、うわワニガメいじめとんだ。あ、駆除やそれ。え、駆除や。あ、駆除してる。外来種やから。あ、外来種か。あんた怒られたやろ。邪魔しないでください。役所の人や。あ、そうか。もうこれ以上俺らは役所怒らしたあかんねや。怒らした。ああ。桃呼ばれよ桃。いや桃がそれが流れてってもうてさ。なんじゃお前おい。で俺とぼとぼ帰ってたらさ、ほう、地面からほう光る竹が生えてて、え、でその横で亀がいじめられて。亀ええわお前もう。ワニガメっしょ。なんかなオレンジの鉢巻き巻いてヌンチャク振りましてた。おいタートルズやないかほらお前。あれ外来種やけど。あ、そう。液状やから。あ、液状。ほっといたいねん。竹竹な。で竹割ったらさ中からガキ出そうやな。おい言葉って悪いよ。あ、そう。ちゃんと言ってちゃんと。非納税者で。ちゃんと言い過ぎやお前。ちゃんと言い過ぎ。でこう割れるかなと思って頑張ってねじってたんや。割れまへんであれ硬いんやから。ほなら、うん、一瞬だけ真っ赤に光って、うん、光らんくなってんな。どうも金属バットです。どうもお願いします。こんばんは。バットナイスです。こんばんは。金属バットです。金属バットです。金属バットです。ですですね、同じ図らいね、あんた。ねえ、うん、ねえ、僕ら金属バット言いましてね。はい、大阪から来たんすわ。大阪からね。ね、僕ら二人とも大阪でね。うん、来ました、大阪言うたらね、有名なもんがありまして。有名なもん。大阪言うたら紅茶と貴婦人の街でして、ねえ。ちょっとね。何？嘘ついたあかんわ。何がやねんお前。自己紹介で。何がやねんな。大阪が紅茶と貴婦人、うん、ちゃうよ。何？ハープとティアラの街。そうなんです。すいませんね。大阪ハープとティアラの街ですね。そっから来ましてね。ね、で、うん、ガス溶接得意な方が小林で、アーク溶接得意な方が友安ですね。うん、見たらわかると思いますけど。見たらわかりますかね。わかりますかね。わかるでしょ。わかったかな。大丈夫でしょ。わかってるね。大丈夫大丈夫。ね、まあ僕らそんなね、うん、漫才師なんですよ。そうなんですよ。うん、僕ら This is 漫才師です。This is
漫才師、うん、お、いいね、うんうん、ザットイズ漫才師、ザットイズ、うんうん、違うんちゃうか、フーイズ漫才師、フーイズ、うん、なんか横文字が似合えへんのちゃうか、うん、これぞ漫才師、なんかな、漫才師のご両人、ご両人です僕ら、漫才師のご両人です、ご両人でやらせてもらってて、こんばんは、漫才師ってね、うん、もう立ち仕事やんか、ざっくり言うとね、うん、めちゃめちゃざっくり言うたせやね、もう立ち仕事のさ、うん、接客業やん、むちゃめちゃざっくり言うたな、うん、省き倒したらそうやな、もうきっつい仕事やん、めちゃめちゃ楽やで、え？めっちゃ楽よ、いやもうだってずっと立ってるからさ、こんな楽な仕事ないでお前、ある？え？見た俺の仕事量今日の、何何？歩いてきただけやでそこ、あそこ信じられん距離でこんな短い距離、この距離だけチョロ級であんな距離めちゃめちゃチョロい距離歩いてきたもん、しんどい、しんどいよ、しんどいかお前、いや俺それに比べてさ、コント師どもはさ、おい、あいつらさ、おいおい、すぐなんか椅子持ってきて座るやろ、休むようちゃうねんあれ、なめとんであれ、おい、むちゃくちゃやん、どうしたお前、おい、しかもコントってさ、最悪コント睡眠って言ったら寝れねえ、ウケへんけどな一つもウケへんけどさ、ありえへんやん、どうしてお前、おずっと楽しとんねん、おい、楽から生まれる笑いなんかないの、どう尖ってんのお前、おい、何やねんあれお前、えコント師ってめちゃめちゃ大変やで、大変か、めっちゃ大変よ、そう、あれコント師ってお前飛んだり跳ねたりラジバンだりいろいろせなあかんねんてお前おお、そうなん、めっちゃ大変やで、いろいろせなあかんの、そうよ、まあまあ、じゃあコント師はさ、うん、100歩譲って許すねんけど、偉そうやの、問題はよ、うん、あの落語家どもよ、おいおいお前、おいおい、あかんやろあれ、おい、あ出てきてさ、 お客さんの前でさ、 お金払ってんねんで、おなんかいきなり座ってさ、おいおい、大昔に誰かがやったネタやるやろ、おいお前、おいあり、おい、舐めすぎやろあれ、ちょっと、え小林、何ちょっとお前、どうしたお前、どうした、こっちのセリフやで、お前はどうした、え落語家は、うん、舐めとんの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 ってやっぱ3桁年前のネタしとるからな何百年やってんねん、どんだけこすんねんお前、もう丸なってるよお前、そうや丸やで、玉やろあんなもん、玉見せてるだけやろ、玉見せただけあんなもん、なあ、でなんやネタの途中熱なったか知らんけどさ、うん、ジャンバー脱ぐやろあいつらお前落語家のアウターのことジャンバーアウターって言ってんのお前ちゃうよなあ、あれ暑いんやったら来てくれよな、あんなシアでほんまに、で暑いからすぐあれやろ、なんやうちわで会うやろ、会うよねあれむちゃむちゃしょんであいつらは、いやでもさ俺はもうこうやってさ、ずっと漫才続けてたらさ、うん、もう足腰言わすと思うよ、大丈夫やって、いやもう立ってられんくなると思うねん、いけるってお前、いや今はまだ若いからいけんねん、30代やけどな俺ら、うん、もっと年取ってさ50、60になってきたらさ、もう立ってられへんよ、大丈夫やってお前、え知ってるかお前、何、いとこい先生、いとこい先生、いとしこいし先生、おあの人らもう死ぬ間際前ネタしてはってんで、あそうそうよ、最後なんかお前楽屋何2丁のピストル入ってきたん思って腰曲がりすぎて、こんなの2丁拳銃入ってきたん思ってバイクの前行ったらバチーってなる、バチーなのかあれ、めちゃめちゃかっこええ、すごいな、めちゃめちゃかっこええあの人だ、そうよ、いやでもさもう今のうちにさ、うん、もう楽な落語家に転身しといた方がいいと思うよ、いやお前な、うん、そういや落語ってな、うん、楽じゃないねん、楽じゃないのあれ、あれ知ってるかお前、うん、蕎麦食わんといかんねん、いや蕎麦ぐらい食うたらええやんできんのかお前、誰でもできるやってみよう、ほら、うん、ほらおい簡単やんこんな、見てみよお前、マックシェイク飲んでるおてんやけそれおいマックシェイクの音やそれ、マックシェイクの音してるこれ、江戸にマックシェイクがあるかいってバーン殴らんのお前マジで一番痛いとこ殴らんの、一番痛い、うん、正中線、正中線どん突きお前マジでいかるのお前、それは嫌やな、せやで、そうか、でもあれよ、え正座しちゃんといかんねん、いやあれ正座してんのあれ、何や思ってお前、掘りごたつじゃないの、えぐれてないねんかあそう、師匠足ブラブラしてるの見たことあるお前俺ずっと楽してんや思ってた、めっちゃ座らなあかんのよ、正座してはんのか、お前師匠の要求バチッと答えなあかんで、要求答えなあかん、ね、師匠と歩いてて、うん、おいんおいハゲノスケ、ハゲノスケお前、おいハゲノスケっていうのは俺でええんやな、お前そうやな、これや、えこれなんすか、これや、あプリクラですか、小顔ピースちゃうのお前、おいそんなおもろい師匠おらんのお前、えハゲノスケあと5秒や早く小顔ピースせなっておらんの、おいじゃない、一生ついてくわそんな人違うの、せやで、何タバコ、タバコや、タバコ、タバコや、あとあるよ街歩いてても、んおいハゲノスケお前、え軍閥のタレやないけおい、軍閥のタレ、お前ごっくんボディやおい、下品な言葉おいおい、言葉を仕事にしてる人とは思われへんおいハゲノスケ早く早く、なんすか、タマスダレや、タマスダレ、うん、何にするんですか、タマ、ナンパやんけお前、タマスダレってナンパするんですか、ナンパ道具やろあれ、ナンパ道具、どうやってすんの、あの女の好きなもん作んねやろあれ、ああそうか、あれでタピオカとか作ったやろ、エグザイルとか作ったら一撃やろ一撃釣れんのか、バカもんやでお前、え
バカモン。バカモン、ボーンやって。ボーン。正中線。五段付きはドン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 。正中線。死んでまうぞ。それは嫌やな。大変よ、落語家。落語家きついんか。3桁年前のネタで受けなあかんからな、そもそも。そうか、昔のネタで受けなあかんから。無理やろ、俺ら。めちゃめちゃすごいやから。それはきついな。せやで。じゃあまあ、漫才師でいいんかな。漫才師やっぱり。でも俺な、どうしても座りたいんよ。なんやねん、お前。もう楽したって。なんじゃこいつは。でもあれでよか。なんでか。座り漫才日本一決定戦の。ほう。ザ漫才出ましょうか。お後よろしいんちゃいまっかの。ありがとうございます。どうも金属バットです。こんばんは。お願いします。ねえ。もうね。うん。さ、へえ。僕この前さ、うん、地面にさ、うん、穴掘ってたんよ。え？何してんのお前。なんか出てこい思ってさ。いくつお前。うん、バイトせよお前は。ずっと掘っててん。はあ、ほんならさ、はあ、金出てきたんよ。そうつけお前。いやほんまほんまにほんまに。そうつけ。金というか金鉱脈。激熱やね。うん。熱いね。買ってん俺も。鉱脈。もう人生買ってもうたんや。ほんまに？うん。たださ、はあ、ちょっと問題があってさ。何や。俺その金の鉱石を、はあ、金のインゴットに精錬する技術がないんよ。まあ普通ないよな。うん。だからちょっとね、ん？ああ技術がないねんな。ああめちゃ困ってんのよ。あれちゃう？なんか三菱とかさ、大企業に言うたらあれ金やってるから、アンジュやってくれんじゃん？三菱そんなんやってんの？やってやってる。え、三菱ってあれちゃうの？何？ゼロ戦一本で勝負してんの？もうやめてんねんお前。大昔にやめてんの。もうやめてはんの？今もうバリバリいろいろやってんの。あ、そうなんや。せやで。ああ、そうか。でもそんな三菱みたいなさ、そんな財閥に言うてもうたらさ、なんや。結構いかれるもんよ。え、眼球？何何？眼球？マージン的なもん。かまへんがな。いや、お手元にほとんど残らんけど。ドンと来るよ。大丈夫よ。奥来るよ。いや、奥来る？うん。だからちょっと俺できるだけな、このプロジェクトはな、うん、もうプロジェクト言うてんの？小規模でやりたいんよ。かめついの。うん。だからね、ちょっとね、お客さんの中で、え？金をインゴットに精錬できるぞって方います？おるわけないやろ、お前。アホか、お前。おれへんな。おるわけないやろ。義務教育受けてないな。義務教育で習わんのやろ。めちゃめちゃ特殊やな、技術。あ、そうなんか。いやで、お前。でもな、まあ、一回全部掘るわ。一人で？とりあえず全部掘ってから考えるわ。がめついね。うん。で、うん、でも掘るにあたってさ、うん、ちょっと厄介なんかさ、何事故なんよ。事故な、うん。穴掘っとったら落盤とかあるからね。そうなんよ。うん、で、一番怖いんがな、ガスの事故でさ。ガサかなんで？ガス怖いやろ。火ついたら死んでるからね。そうやね、うん。で、どうもな、うちんとこの鉱脈な、うん、ガスが出とんのよ。あら、あんたのとこの穴ガス出てんのかいな、うん。ガス出ちゃっとんのよ、うちの。えらいドラ鉱脈ちゃん。えらいこっちゃで、あんた、うん。で、ちょっとガスの成分調べてみてんけど、はあ、どうもな、天然ガスが出てんの。激安やね、お前、おい。めちゃくちゃ熱いやんけ。大ガチやで。二勝してんの。二勝やな。うん、熱いの。そうやね。ただな、ちょっと問題があってさ、なんや。俺その天然ガスから、はあ、家庭用のエネルギーを抽出する技術がない。あたかいな。もうとにかく俺には技術がないねん。うん、俺にあの資源だけなんよ。コンゴと一緒。え？アフリカのコンゴと全く一緒ない。コンゴと同じないもん。あ、そうなん。だからちょっとね、お客さんの中で、え？僕と結婚してもいいよっていう女性います？なんで今聞くのお前。おい。いけるかな思って。なんでおらんねんお前。こいつ金とガス持ってねんぞお前。おい、皇帝やぞこんなもん。ありえんの。まあ金とガスぐらいじゃイケメンには勝たれへんのかな。世知辛いね。世知辛い、ね、ちなみにさ、うん、その穴どこあんの。穴？え、場所？うん。いや、それ言うたらあかんやん。言えよお前。いや、押し寄せてくれやん。誰も来えへん、押すやろお前。来るて。日本やろ。日本ないでそんなもん。まあヒントだけあげようか。言うてみんな。谷町ってとこ。そつけお前。おい、大阪のやろ、うん、すぐそこの大阪の。あなたも何もないでお前、掘っても地下鉄しか出てこないなんとこ。いや、俺谷町に土地買うたんよ。土地買うたん？1平米な。ちっちゃいな、うん、掘るよ、掘る用の土地。掘るよ。12万で買うたんよ。結構しまんな谷町、うん、で、掘ってたんよ、ずっと、はあ、ほんなら何も出てけへんねや。当たり前やろお前。で、このままじゃ12万パーやから。かまへんがな。ほんでもう結構深くまで行ったから。がっつり掘ったんよ。これバレへんな思ってさ。え？ちょっと横行ったったんよ。横行ったかねお前。横ガンガン行ったったんよ。横非合法やねん。谷の土地ガンガン行って、はあ、で、谷町1丁目ってとこから掘って、はあ、で、9丁目で谷町全部掘ってるやんお前。おい。そうね、谷町線よ。そうや、俺新谷町線開通させたよ。それはめっちゃすごいよね。で、9丁目ついに金が出て。うん、9丁目やねんな、うん、谷急に金とガスがあんねんな。言うてもうとるがや。おい、聞いとったでおい。ありがとうございます。どうも。どうも金属バットです。どうもどうも。いやー、小林と小林で金属バットですわね。あ、ごめんなさい、一つちょっと言っとかないといけないことがありまして。あれ何？はい、私、はい、小林さんじゃないんです。あれあれ勝利になった、はい、お前読み。あ、そういうことじゃなくて。何？え、面白いこと言いますね。もう一回言って。
え、もう一回それ言って。面白いこと言いますね。まあな。じゃなくて、何何、あの小林さんじゃないんです私。はい。小林じゃない。何言ってんのお前。この前ですね、ああ小林さんと神社でこうね、うん、こうバランってぶつかっちゃって、うん、で階段をこうコロコロコローってこう転がり落ちちゃって、で入れ替わっちゃったんですね。だから私小林さんじゃないんです。え、わかります？いや、え、小林ちゃんだって。いや違うんですよ、この前ね、神社で聞いたよ、聞いたよ、聞いてんの、バーンってなって、聞いてる聞いてる、コロコロコロってなって、こう入れ替わっちゃったって、うん、魂がって言った方がいいですか？いや、なんでもええよ、一緒やって。小林やん、お前何言ってんのよ。いや違うんですよ、それが。小林やないか、お前。いや、本当に違うんです。お前あれやろ、好きな食べ物麻婆豆腐やろ。いや、違いますね。え、揚げたこ焼きです。え、はい、小林じゃないかもしれんな。違うでしょ。違うんですよ、本当に。え、好きな漫画何？好きな漫画、私ワンピースが好き。ああ、違うな、はい、ストッパーブス島やもんなお前。あれ、だから違うんです。ええよな、本当に違うんです。お前の好きな製図道具何？製図道具って何ですか？え、雲型定規やろお前。どうしたお前。あれ、ええ、どういうことですか？キャドあるある1個言って。キャドあるある、キャドあるある。あ、手書きの方が楽だなと思ったんですけど、うん、縮尺を自由に変えれる点がやっぱりキャドの方がいいなって思いました。違うな、小林のキャドあるあるはやりがいがあるやもんな。違うな。あれ、いや違います、小林さんじゃないんですよ、本当に。本当なんです。誰じゃあんた。はじめまして、うん、ミスチルのベースです。誰やねんお前。おい、誰じゃ。え、でミッシュのベースキャドできんのかい。ミスチル、え、知ってるでしょ、ミスチル。ミスチルは知ってる。スターチルドレン、うん、そのベース、ベースほら、おったんベース。いや、いますよ。あれ、桜井ピンちゃうの。あれ、桜井がピンで頑張ってるのはジ・アルフィーやないかい、言うとりますけども。何それ。何それ。私なりにちょっとお笑いってこういうのかなと思いまして。あんまこの芸風で言うのちゃうけど、はい、お笑いなめんなよお前。いや、こういうのじゃないんですか。なめんなお笑い。違うんですか。なんだお前。え、ミスチルのベースなんです。ベースと入れ替わっちゃって、小林さんと。だるいな。ダメですか。な、そのミスチルのベースのやつ見っけて、はいはいはい、今のお前をひっくり返したらまた元戻んの。あ、そんな簡単な話じゃないんですよ、もう。何がいいな。その僕が入れ替わった方の体も、はあ、もう別の誰かと入れ替わっちゃって。何やねん。そうなんですよ。誰と入れ替わってんの。まあでも言ってもわからないような人なんですけど。お前もやで。うん、スピッツのベースと入れ替わって。誰やねんってお前。誰や、誰やねんでしょ。お前もやねん、それは地味なんですよ。お前もやって。誰やねんおい。ミスチル、ミスチル。一緒じゃ、一緒じゃ、一緒じゃ。格上、格上。一緒やねん、一緒やねん。どっちも愛されてるけど。何ですか。誰やねん。え、おったんかいな、それも。おる、そらいるでしょうよ。おった、知らんかった。ピンや思った。あれも入れ替わっちゃってるんですよ。そいつ見っけてきて、はい、その3人にゴロゴロってひっくり返したらまた戻んの。いや、そんな簡単な話じゃないんですよ、もう。何が起きてんねん今。そいつもまた別のベースと入れ替わっちゃって。なんでベースばっかりねおい。みんなで神社でここ、これ何なの。ベースってみんな悩んでんの。悩んでるでしょ、それは。そうな、地味なんですから。お前も直せやな。ああ、どこのベースと入れ替わった今度は。TOKIO のベースと入れ替わった。もうおらんねんお前。おい、 TOKIO にベースはもうおらんねや。いないんですか。今いまへんねや、 TOKIO に。え、なんで。え、バンドでしょ。バンドだからベースはいるんじゃない。まあちょっと、え、いないんですか。なんでいないんですか。なんかあんねん、ちょっと。まあ、え、なんでいないんですか。じゃあ、まあ、まあまあな。なんでいないんですか。まあまあ。なんですか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 。ダブルなんですか。ほんまに。今ちょっと刑務所入ったんね。刑務所入った。え、刑務所入った。刑務所入った。刑務所入った。刑務所入ってるんですか。異例の即日死刑やったかな。え、死刑なんですか。異例の確か即日死刑やったと思う。死刑なんですか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 。ダブル死刑なんですか。ほんまに。何ですか、何ですかこれは。本当に。え、そうか。じゃあもう分かっちゃったんですよ。あかんな。え、ダメですか。うん、刑務所おったらちょっともうお前とやるしかないな。あ、一緒にやりましょう。だからできんのお前お笑いなんか。いや、お笑いできますよ。さっき見たでしょ。不安しかないよお前。僕いろいろ見てきて勉強してきたんで。あ、お笑い勉強してんの。はい、あんまかいな。やりましょう。だから一緒に。じゃから、じゃからな。いきなり広島弁。うん、一緒にやりましょう。やってみようか。はい、やりましょう。はいはい。どうも金属マットです。お願いします。お願いします。僕ね、はい、芸人なんですけど、はい、こう見えまして、はい、合コンに行ったことがなくて。あ、珍しいね、はい、芸人やのに合コン行ったことない。ほら、せっかくやからここでやらせてもらおうか、はい、あ、やらせてもらえますか。上手やね、行こう、はい、行きましょうか。じゃあ、
まずは乾杯しようか。うん、はい、ビールでいい？ビール？ビールの人？1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,ちょっと多いな。誰見て勉強したお前？あの東京ホテイソンの翔吾さんを見て勉強した。開ける見ろやお前。おい、えどっちパクってんねんお前。東京ホテイソンはタケルをパクるんやお前。なんで翔吾パクんねんお前。あれ僕翔吾さんばっかり見てます。翔吾なんかパク、タケルはパクんねん。東京ホテイソンで受けよう思ったらタケルをパクるんやお前。あ、そうなんです。画面の半分画用紙で隠して翔吾さんだけずっと。なんでそんなことすんねんお前。なんでそんなことすんねんよ。じゃあたまにこう手が出てくる。出てくるからな。違うねや。違うんですか。東京ホテイソンパクるんやったらタケルをパクるんやかんねん。そうよ。ちなみにあの合コンでのこのビールを数えるやつの 1,2,3,4,5,6 のタケルさんのツッコミは、いや町コンの規模完璧やろ。でした。あ、完璧やねやっぱり。ですか。こっちをパクんねん。こっちをパクるんか。あ、やっちゃいね。俺そのツッコミできへんねん。あ、できない。俺苦手、それできへんから。そうですか。ちょっときついわ。そうですか。俺あんなツッコミ寄せへんで。そうなんです。あれむずいから。わかりましたよね。僕別のもいっぱい見てきたんで。他は勉強してんの？見ました見ました。何見てんの他？サル岩石さんと。サル岩石変なの。ドロンズさんと。ドロンズさん。あとチューヤンさん。いや、テレビに狂わされた芸人。おい。できてましたよね。あきまへん、今できてます、ね、あきまへんで大阪ホテイソン、あきまへん大阪ホテイソン、あきまへん、あきまへんできてましたよ、ね、後輩のパクってニコニコすんなあかんわ。あ、そうですか。もうあかん、ちょっとマジやってないわ。ちょっと揺らしちゃダメですよ。あ、もうあんた何がや、揺らすから。え、入れ替わっちゃいました今。何も入れ替わってへんがな、お前なんやねんな。あなたの金玉と私の金玉がこう、おい、やめろよお前。おい、入れ替わっ、おい、金玉返せよお前。おい、揺らすからもうあなたの金玉全部こっち来ました。おい、ゼロ玉なったんけお前。おい、もう玉がこんなにたまったらたまらんですな。言うとりますけども。たまりまへんでな、ほんまに。お前マジで玉返せよこれ。